着替えてまいりました。よろしくお願いいたします。あの最近映画なんか見てました、はい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 、あの極戦ってこう仲間由紀恵さんがやってるやつ映画ありますね。あれ見てたらさ、俺もちょっとヤンキーを構成させる先生やってみたいな。お前やめとけって、お前女装は無理があるって。せえへんわ。えするか。女装せん。そういう先生をしてみたい。あ、先生よね。だからこうなんか問題を山ほど抱えてクラスになるわけ。なんやねん、ここむっちゃ雨漏りするやんけ。なんで冷房効かへんねん。あ、シロアリや。血管住宅。違う。もそういう問題じゃなくて、問題児を山ほど抱えたクラスがあるけど、そういう問題児たちを俺がこう構成させんねん。お前それ極戦みたいやん。デジャブかお前。お前無理やって女装は。せえへんけど。もうええわ。何回同じシーンループで見たのかな。いや、そういう先生をやってみたいな。だからこう教頭先生かな、教室まで案内するの。どうも教頭です。声高いな。よろしくお願いします。お願いします。教頭です。教頭です。教頭です。教頭なんですね。教頭と見せかけて教頭です。じゃあ言うなよ。よろしくお願いします。じゃあ案内しますんでついてきてください。あ、はい。赤外線張り巡らされてるか。危険すぎるやろその学校。さっと教室まで行け。こちらですね、こちらが3年 B2 組の教室。ビタミンみたいになってるじゃん。これ B2 組って。じゃあ入りましょう。ガラ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 、クソ。お、誰だお前、ドアにナイフ挟んでた。危険すぎるって。だからそこまで危険な学校じゃなくていいから、スッと入って。ガラガラガラ。お前ら座れよ。はい、座れ言うてんねや。座りなさいよっつってね。座れ言うてんね。座れ言うて、座りな、座ってください。お前一人で何してんねん。座るくだり省け。こちらが、再来年からこのクラスの。いつ紹介してんの。待って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 、俺すごい空気読めてないやつみたいになる。今日から、今日からこのクラスの担任になることになった井上先生だ。よろしく。極戦に憧れて先生になった。バカにしてんのか。何必死に笑いこらえてんの。自己紹介させて。挨拶を。今日からお前らの担任になった井上だ。前の先生はどうだったか知らないが、俺はそんなに甘くない。ビシバシ厳しくいから覚悟しろって言うたらクラス中ヤジが飛び交うねん。ネット社会マジだマジだ掲示板で書くぞ。高いへんわ。そこは口々に言うとんねん。うるさいんじゃ、どっか行け、しばくぞ。この探索教頭。おいマジハイトーンボイスおったぞお前。教頭と見せかけてきます。教頭やろ、分かってんの。ここはなんかヤジが飛び交わってるのか。教頭先生はおい、お前ら井上先生は今でこそこんな感じやけど、昔は相当悪かって。お前らやめとけよお前。今でこそ井上先生はガチャピンのコスプレをしとる。かわいすぎるよ。待てお前、俺お前赴任初日ガチャピンで迎える勇気ないの。優しそうに見えるけど、今でこそ優しそうに見えるけど、昔は相当悪かったらしいぞ教頭先生。井上先生がもう一回言ってほしい。バカかお前、バカかお前。大体こうやって内緒ってのわかるやろ。内緒かい。まあこういう会話をしてたら、グランドの方からなバイクの音が聞こえんねん。カチカチ。ウィンカーちゃうわ。耳良すぎるやろ。エンジン。あ、エンジンがブルン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 。エンジン音が聞こえるからな、グランドの方の窓をガラガラ。あ、そっち中には。いや恥ずかしい言うてるバイク。そこはグランドの窓開けたでやる。グランドかよ。窓ガラガラって開けたらな、他校の生徒がバイクでどん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 中に入ってきとんねん。そん中の一人がでっかい声で叫んでんだよ。駅ってどっちの方っすか。迷子やないか。そんなこと言うてるとお前。そら加藤出てこんかい。加藤出てこんかい。おいお前ら、お前らがどこの学校の教頭入ってくるの。話ややこしなるやろ。教頭入ってきた。加藤出てこんかい。なんだい、また君たちかい。加藤です。ガリ弁出てってどうするの。わけわからんくなるやろ。お前悪いやつ。体調ちゃうわお前。体調悪いやつで出てどうなんだよ。ヤンキー。ああ、何しに来たんじゃ。お前をぶち殺しに来たんじゃ。やってやんよ。そこまでや。そこまで。加藤も座っとけ。座っとけ。お前らに何があったか知らんけど、うちの学校では好き勝手させんからな。どうぞ。いきなりやけどさ、何ですか何ですか。俺さ、狼男って悲しい生き物やなと。いやお前ほどじゃないよ。どういう意味やお前、悲しい生き物界のカリスマや。誰がカリスマや。だからツイッターでおはようってつぶえたらお前は目覚めるよ。言わんでええよお前。いや、狼男悲しいやんけお前。満月のように満月見たら狼になってまうねんぞ。いや、狼男なんか全然ありっすよね。嫌やんけ。嫌やぞお前、麒麟男とか。何やそれお前。
満月見た瞬間うーってなったか思ったらお前体に反転ブワーって、首ニョキ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 伸びてまつげブリー、いややけどよ。いやそれよりも狼男の方が嫌やんけ。狼男やったらまた人を恐れたりできるやん。そうなんか、それによって有名になったり恐れられたりすんねん。知らんけどやな。その点キリン男はい、何する人を襲う、襲わへん、襲わへんやろな。さあ何する、うん、高いところの葉っぱ食べる、他あるやろやることお前。それよりは狼男の方が嫌やんけ。いや、象男の方がいい。象男いやや、ぞお前、満月見た瞬間ううってなったか思ったら、まず肌グレー象やからな。で耳ファッサーなって、鼻ニョキ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 伸びて、背中にインド人ドーン、飼育員乗ってるやん、飼育されてモデルやん。はい、何する、何やそれは、人を襲う、襲わねえ、じゃあ何する、緑色の噴水、他ないんだよ、だからやること。飲む、いやそれよりは狼男の方がいいやん。いや、アルパカ男、もうええの、何やアルパカ男、いやアルパカ男、お前満月見た瞬間うーってなったか思ったら、ケーフォッ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 K フォッ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 、 K フォッフォッフォッ、 K しかないんかアルパカの情報は。ほんまに何する、まあ確かに思うわ、人を襲う、襲わへんやろそれ。じゃあ何する、ただただ直立で立って、たまに香水、退屈やろな、退屈や、思うわ、いややろお前。狼男は悲しい生き物や言ってんねん。狼男だから狼化した時にな、隣に菜園の女性がおってみや、バッと襲ってまうかもしらんねんぞ。悲しいな。だから狼男は悲しい生き物やって俺だと伝えるから、俺狼男になるから菜園の女性やってくれ。死んでも嫌、嫌がりすぎやろ。スッとやれやん、これデート帰りに満月見てくれたんやから。今日のデート楽しかったな。うん、10段階で6。言うなよそういうこと。もうスッと満月見てくれ。あ、見て、綺麗な満月。うわ、あ、正確には明日みたい。嘘でしょ。明日の満月っぽく見えるけど正確に違うのあれ。どうせなんか一人で、恥ずかしいやろ、もうすっと満月見てくれよ。あ、見て、綺麗な満月、うわー、筋肉むき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 、服ビリ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 、毛もちゃ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 、顔キープ、恥ずかしいわ。なんで顔井上のまま残すねん、バレるやろお前、顔も変えて。あ、見て、綺麗な満月、うわー、筋肉むき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 、服パツパツ、かっこ悪いな。服パツパツの狼男嫌やから破けるぐらいムキムキ。見て、綺麗な満月、うわ、筋肉むき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 、下半身だけビリ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 、顔キン、変態やろお前。俺がロスキューになって話やろ、狼男ちゃんとやってくれ。見て、綺麗な満月、うわ、筋肉むき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 、キャミソールビリビリ、何着てんねん俺は、ホットパンツパンツ、何を履いてんねん、おねえやないか。キャミソール着てホットパンツ履いてウィンクしちゃったらおねえの話やろ。オオカミ男、あ、見て、綺麗な満月、うわ、筋肉ムキ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 、服ビリ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 、毛もちゃ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 、ジョモジョリジョリ、ジョモジョモジョリジョリジョリ、ジョモジョリジョリジョリ、ウィンクパンツ、おねえの話やろ。おねえになりたいんちゃうの、オオカミ男、あ、見て、綺麗な男性、うわ、おねえやないか、それ男性になったらおねえの話やろ。オオカミ男鳴らして、見て、綺麗な満月、うわ、筋肉むき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 、服ビリビリビリ、毛もちゃもちゃもちゃ、牙ニョキニョキニョキ、お腹にブスブスブス、顔もブスブス、いらんこと言わんねん、余計なこと言わんねんから、オオカミ男、見て、綺麗な満月、うわ、筋肉むきむきむき、服ビリビリビリは置いといて、置いといて、お前も変身せんでええて、毛フォッ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 、やるパターンええねん。もうええじゃん。どうもそれです。お願いします。ちょっと他にも夢があるの。おー、そんなに嫌われてんの。どうもそれです。お願いします。最近思うんですけど、はいはいはい、ちょっと運命的な出会いをしたいなと思う。あるかい、運命的な出会いなんかないっすよね。あるよ、運命的な出会い系ぐらいやったらありそうやけどな。一緒にすなお前。全然違うやろ。ありそうやけどやな。運命的な出会い、そこら中に転がってんねんって。あるか。だからみんなも気づいてない。だからいろんなところに運命的な出会いはあんねん。だからもっとみんなね、自分にスポットライト当てていかんと。だってみんなそれぞれがドラマの主人公になれんねん。じゃあかっこいいこと言うやん。ねえ、かっこよすぎるでしょこれ。こんなかっこいいこと、どんなかっこいい人が言うてんねや。驚きすぎやろ。いまいち。はっきり言うな。何はっきり言うてくれてんの。え、でも運命的な出会いしたいの。あ、そう。だから要はあれってのは、肩と肩がぶつかってこう荷物を落として拾ってあげた犯人。あ、はいはいはい。ほなやってみてから、ちょっとお前女の子の役やって。うん。頼むわ。ブレンデ
だん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 荷物落とさんとあかんからさ。あ、荷物落とさんとあかん。あ、すいません、私ぼーっとしてて。いえ、はい、どうぞ。ありがとうございます。集めてるんです、セミの抜け殻。気持ち悪いよ、おい。食べたらあかんねん、おい。ちょっと待ってやないの。じゃあ歯に引っかかったとかいらんねん。そこのリアルな描写はいらんねんって、おい。いらんってそこは。ちょっと待って、いらん、鏡とか。いらんってそこは。んそんな女の子見たことあるか？ない。なんやろ、うん、ない女の子エンジンだよ。あ、そうか。大体手荷物ってフルーツって決まってんねん。フルーツ当たり前やろ。おい、盗み取るな、人のところ。なってるフルーツを盗み取るな、おい。買ったやつ持ってこい。あ、すいません、私ぼーっとしてて。いえ、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いっぱい出会うな、おい。おそっちとうまくいくねん。おい、ちょっと待ってて。おい、プライベートの欲求をネタで消費すな。やれ、俺とだけ出ようて。あ、すいません、私そっちで出会うねん。うまくいくな言うてんねん、そこで。おい、こら、妖艶な感じでいくな。おい、見ろ、怒ってんねんぞ。おい、なんで切ってんの。おい、まだ足らんか。なあ、だからお前普段でけへんからってな、こういうとこでキスとかすなよ。じゃあ俺と出会わんとあかんからさ、やれよちゃんと。いらんて。お前ばっかりキスずるいやろ。むっちゃ虚しいで。なるちゃんと。あ、しゃ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 、すごすぎるやろこいつ。何やその殺人みたいなやつ、ヒゲ生えてるやん。ジジイと出会いたい言うてんの。綺麗な女の子と出会いたい。ええやんけ、お前こんな。あかんやん。あかんのやりたいって言ったらな、車に轢かれそうになってる女性を助け出して、そこから恋愛に発展するみたいな。ああ、はいはい。ドラマとかであるやろ。そんなんやってみてるから。じゃあお前また女の子や。轢かれたやん。轢かれる女の子。危なーい。危なかったー。避けれたらあかんねん。セーフ。セーフやないねん。俺が助けない意味ないねんから。そこで恋に発展するの。危なーい。逃げて。近い。誰がや。揉まれた。命助けてんねんから、お前父ぐらい我慢せ。どっちがいいに、死ぬか父か。お前に触られるぐらいやったら死んだ方がマシだ。助けてんねん、やれちゃんと。痛かったよ。やれ。危ねーい。逃げて。大丈夫ですか。ありがとうございました。そっちに行かれんねん。そうだったら俺対向車線に押してるから俺が犯罪者になるやろ。おい、ピクピクするな。おい、助けてんねん、ちゃんとやって。危ない。逃げて。大丈夫ですか。すいません、ありがとうございました。ちょっと待っててくださいね。おい、このお前どこ見て走ったんじゃ。ヤンキー。おい、バカこら、出てこいこら。おい、来い、ちょ、出てこい、バカこら。おっさん、おっさん来い、おっさん。おい、ああ、今何本あんねん、今何本あんねんつってな。今何本あんねんつって。何本やねん。1万もうちょいや、もうちょいあるやろ、もうちょいあるやろ。お前、おら、あと3万あるやんか、お前よこせよこせ、ボケアホくれ。
二度とか俺の前に出てくるボケアカスアホお礼しますわ。チャーシュー巻きまよ。怖い怖い。行きまよ。困る。普通の女の子や。危ない。時を止まれ。おお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 あれもそこ止めたからできたよな。ああ、でその達人のジジイとは出会いたないの。違うな。何やねん、若いな。あとやっぱり一番出会いたいやつからな、うん、あの急な夕立とかで雨宿りしてる時に言うたらびしょ濡れになった女性と出会うみたいな。いつの時代やねんそれ。お前何がやねん、雨宿りって興味なかなかないよお前。だってすぐそこにコンビニな、あ至る所にコンビニやねんから、みんなすぐ傘買ってお前みんなそれで帰る。お前安いで傘も今、ああなあ、すぐ帰る。お前500円もったらすぐ帰んねんから、それすぐ買う。コンビニ内設定で行こう。それ頼むわ。無理ないんかい。うわ急な雨や、最悪や。はあ、なまらしゃっこい雨出すな。なまりすぎてるやろ。しゃっこい。あ、じゃあ待て待て待て。しゃっこいから。しゃっこいってないよね。うん、何そんなまってんねん。それコンビニないねんから相当田舎やろ。勝手に決めつけんねん。結構な田舎やと思うぞ。ええねんって、もう、もう普通でええから。ちょっとびしょ濡れになってたら向こうから走ってきてくれたらええから。うわ夕立や、最悪や。お、通り過ぎてあかんねん。おい何しに来てんお前。お前が走るで出会うねん俺と。お前と出会ったん当たり前やろうが。うわー夕立や、最悪や。うわーすごい雨、すっごい雨、すごい雨だ、すごい。うわすごい雨、いやチャンスチャンス、すごいチャンス、すごいチャンス。あ、そんな女嫌やろおい。すごい、はい、あー気持ちいい、あー気持ちいい。よいしょよいしょ。おお、はー雨が溜まっていく、雨が溜まっていく、すごい雨が溜まっていく。飲むな。タイプ食いつくな。そんな女が俺に食いつくな。よかったらいらん。何してんねん。そんな女なんか見たことないやろ。でもお前にはなんか釣り合ってる感じやけど。どこが釣り合ってんな。お似合いな感じやけど。普通の女の子や。なあ最悪や。ああすごいやね。あ、どうも。どうも。ただいま。俺どこでお前やりしてんの。お母さん聞いて、家の前にストーカーみたいな人がいた。誰がストーカーや。おい、どこのドイツが民家のとこでお前甘えとりすんねんお前。違う、普通の女の子や。そこはもうなんかほんでな、あの洗濯物干しっぱなしなんですとか言うてこい。私最悪です、洗濯物干したままなんですよ。僕なんか布団干しっぱなしですよ。最悪ですね、うん、でも何が一番最悪ってこの状況ね。ひどすぎる。ひどい。それはそんなこと言うたらあかん。ひどいひどい。そんなこと言うたらあかん。そこはほんでな、びしょびしょになっちゃった。びしょびしょになっちゃいました。よかったらこれ着てください。ありがとうございます。臭ないねん。何鼻つまんでくれてんの。感謝せえ。ありがとうございます。でも寒くないですか。僕は全然大丈夫ですよ。でもせめて下ぐらい履いてくださいよ。なんで履いてるの。なんで俺すっぽんぽんだ。お母さんストーカーちゃうぞお前。お前全裸で甘えてる、完全に危ないやろお前。今こういう会話をしてたら急にゴロ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 。あら野良猫。雷に決まってるやろ。この流れで言うたら雷に決まってるやろが。ほんで急な稲光でな、女の子がびっくりすんねん。あらやだ。市原悦子か。そんな風にはびっくりしてへんねん。キャーや、キャー。キャー怖い。あ、すいません、ね、私あの雷とかすごい苦手なんで。可愛いですね、雷が苦手だなんて。財布を盗むな。今すり寄った時に財布盗まんでんねんお前。そこあれが可愛いっつってねえからな、照れて話をそらせ。カッパの存在って信じてます。何でそらしてんの。ふぅ、なるか、ほんま。そこ、夕立って最悪ですね、夕立って最悪ですよね。ほんと、頭にきますよね。酸性雨ですから、頭皮には悪いです、ね。誰がリアルに頭にきますか。カチンとくるな、っていう話や。ほんと、頭にきますよね。でも、僕今日ばっかりは、夕立に感謝してるんですよ。あなたみたいな綺麗な女性と、話すチャンスが舞い降りたんですから。外は土砂降りですけど、あなたが現れたかというもの、僕の心はずっと晴れてるんです。あなたの笑顔という虹がかかってるんですよ。やめてくださいよ、芽生えちゃうじゃないですか。殺意が恋心だ。どうも井上です。どうも、近所の子供たちにえのきだけって呼ばれてる人です。白いけどやろ。一本やで、あなたの前、まあ、頑張っていきましょう。楽しんでいきましょうね。皆さんやっぱり生活してますと、うん、世の中に許せないこととかあると思いますけど、はいはい、僕もちょっと最近ね、生きててちょっとね、一つだけ許せないことがあんのよ。マジで俺も一つだけ絶対に許せないことがあんねん。ほんまに。うん、スーツの下にタンクトップ。俺やないか、それお前。許
するから。ええやん。どう思います？こいつこの顔で常に女性を意識しとるんですよ。いや、ええやん。ね、これをね、関西ではイキリって言うんです。覚えてあげてくださいね。イキリでね。ほんまイライラするわ。あなたが私にくれたもの、ストレス性の怒りよ。どつき回したのか、お前。おい。相方だったけど、もう無理限界死んで。言い過ぎやろ、おい。バイ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 。バイバイすんな、お前。そんな話はどうでもええねん。お前の話聞けて。許されんこと一つあるいてね。何で、世の女性を苦しめてる痴漢よ、痴漢。あれは確かに許されへん、ヒップタッチャー。そんな言い方せえへんわ、お前。ヒップタッチャー、マジムカつく、俺。痴漢や、言うてるやん。いや、我が家ではそう言うんや、お前。いや、もう大阪の駅のポスターとか見たことある？あの、痴漢あかんってやつやろ、うん。あれ、我が家では、ヒップタッチャー、ダメだっちゃめっちゃ可愛いやん。触っていいんじゃん。ダメだっちゃわかんねんけどさ。いや、お前腹立つやろ。お前腹立つやろ。女の子なんか何も怖いやんか、うん。でも安心して。俺は全女性の味方やから。何してんねん。いや、さっきも言ったけど、俺、イキリアレルギー。なんやねん、だからそれ。お前みたいなしょうもないやつがなんかカッコつけたりしたら、ちょっと体がかゆくなる。ええねん。アレルギー、ほら、ここが。ほら、触ってここが、ここ。ないで、うっとうしいの。いや、でも腹立つからな。こんな文字痴漢見つけたらさ、捕まえて説教したら思ってんねん。だからこんな風にやな。こう立ってるやんか。こんなちょっと離れたところに、綺麗な女性が立ってんねんけど、なんか嫌そうな顔してるわけや。うわ、ノンスタイルの井上や。それが理由ちゃうねん、おい。窓ガラスで自分の顔ばっかりチェックしてるやん。ええやないか。なんであの顔でナルシストなんやろ。ほっといてくれよ、お前。事実言われたら辛いわ。あ、そうか。違う、ね、そこはな、後ろからなんか痴漢されとるわけや。もうやめてくれさ。日本の方にしてくれよ、お前。なんで外国の方？何？日本人が痴漢されといて。あ、そうお前すぐにでも助けに行かない。助けに行かない。でも人も多いし、ちょっと離れてんねんな。よし、こうだったらな。すいません、あの人痴漢されてますよ。え、マジで？あの人痴漢されてますよ。え、マジで？あの人痴漢されてますよ。え、マジで？最悪やないか、もうそんなんしたら。されてるわ、やっぱり。待てお前、そこまでいいか助けろよ、お前。どうせ、ね、そこは人混みをこうかき分けてって、やそのな、おっさんがやってる手をパッと掴んでファイトー。おー、何のことやねん、お前。頑張って痴漢するぞ言うてる場合か、お前。ちゃうか。そこはおっさんの手を掴んで、おっさんに一言言うたんねん。ヒップタッチャーダメだっちゃう。言うかなんやねん、さっきから。なんやねん、邪魔せんといてくれ。もうお前痴漢のやつ。あ、俺痴漢やった。オッケーオッケー。見たことないやろ、そんな痴漢。なあ、痴漢って普通こう手で触るやんか。あ、そうそう、踊らんでええねん。その場でこうやって触っといて。その足なんだ、足そんなの。じっとしとけ、えのきだけ。はい、ああ、じっとしとけ、はい、俺が一人でやるから。あ、そう。だからおっさんがバーって触ってるからや、その手俺がバッと掴んで、おいお前何してんねんっつったら、おっさんがや、え、何のことですかって調べくれるから、お前見苦しいぞ、次の駅で降りろ。お姉さんもう大丈夫ですよ。アレルギー出るな。ええねん、いちいちアレルギー出んねよ。ほんでとりあえず次の駅で3人で降りるわけや。プシュー、コーラうまいわ。扉や、思うやろ、お前。熊の流れで言った扉でええねん。降りた瞬間に、おっさんが俺の手をバッて振り落として流して逃げていくわけや。だから俺が追っかけんねん。へい、乗りな。お前誰やねん。そんな取らへんねん。竹馬。いや、竹馬では追っかけられへんやろ。入ってくんの、あんな話。そこは俺がバーッて走ってって、おっさんこう一本背を投げる。次は私が相手だ。誰や。入ってくんな。俺の話にさ、ね、こっからええシーンクライマックスや。かっこいいとこや、見とけ、はいはい。おっさんの胸ぐら掴んでや。お前な、この女の子がどんだけ嫌な思いしてんのか分かってんのか。お前みたいなやつな、殴る価値もないわ。アレルギー出るな。ええねん。さん、はい、あなたが私たちにくれたもの。歌わさんね。言葉にならない不快感。しまきあげんぞ、お前。なんでそんなこと言われなあかんねん。ないやねん。あれ、最後女の子にも言うてるわけや。お姉さんにも原因があったんじゃないですか。美しすぎるから。いや、死ぬな。もうええわ。ありがとうございました。最近ちょっと思うんですけど、何ですか何ですか。あの、男に生まれてよかったなと。あ、そうですか。そんなに嫌われてんのに。だツイッターでおはようってつぶやいたら、お前は目覚めんなって書いてる。言わんでええやん、今言う必要ないからさ、いや男同士の友情ってええなと思うねん。まあ、だから今日男同士の友情の素晴らしさを伝えるために、はいはい、まあ、例えばやけどさ、うん、俺とお前が親友やでしょ。死んでも嫌がりすぎやろ。ずっと聞いてくれやん。俺たちは高校球児や。もう野球部のエースで、俺はバッテリーを組んでるキャッチャー。おお、ってことはキャッチャーマスクをかぶる、うん、イエーイ、顔隠れるやん。そんなつもりないねん別に。でもお前キャッチャーやる言うてるのに、何でお前ずっと左打者用のヘルメットかぶってる。こういう髪型やねん。守ってないねん。ハゲの次はこの髪型や。ややこしい。ややこしいね。ね、余計なこと言わんねんから、うん、で甲子園を目指してこう練習に励んでんねんけどな、エースであるお前が親の仕事の都合で海外に引っ越さなあかんからね。それを野球部のナインには内緒で勝手に行こうとしてることにバッテリーでやら俺が気づいては空港まで止めに行く友情物語。それやって。了解。おい、下どこ行くねん。かっちゃ飛行機乗ってるやん。飛行機乗って戻ったら二人で旅立つことになるやろ。そうそうそう、乗る前のロビーそれで頼むわ。おい、下どこ行くねん。キャッチャー。ポジションで言うなよ。いや、キャッチャ
ではあんねんけど、名前があるから、名前、名前の。おい、下どこ行くねん。井上。一か八かにかけんねん、お前。名前ぐらいスッと出てくる親友やから。親友。おい、下どこ行くねん。いらんねん、こんなノリ。親友やるやろ。いや、しょうもないのいらんから、スッと井上。おい、下どこ行くねん。井上。小林。みんな来たらあかんねん、みんな来てもうたら野球部の友情やから、バッテリーやから、俺だけ。おい、下どこ行くねん。井上だけ。協調せんでええわ、おい。井上だけ。キノコみたいになったやん。じゃ、井上でええから。なんで急にリュックをもらったよ。おい、下どこ行くねん。井上。おばあちゃん、ほら、井上が来てくれた。おばあちゃん背負ってんの。おばあちゃん。ボケ多いわ。ボケ多い。おい、石田どこ行くねんに対するボケが多すぎるわ。どうも、ボケ大量生産です。埋めてへんねん、お前。余計なこと言わんでから、止めるとこが醍醐味やから、ボケるの控えめで頼むわ。控えめ、俺のボケは塩分か。しょうもないこと言わんねんから、スッと言って。おい、石田どこ行くねん。せやぞ、石田どこ行くねん。お前誰やねん、お前。いらんねん、ボケが。もうボケの駐車場満車。満車。満って光ってる。みつる。頼むわ。おい、石田どこ行くねん。井上ではござらぬか。何時代やん、お前。いらん、そのこと控えねって俺が悪かった。ボケるの禁止。すいません、僕の仕事なんですけども。十分やった。ただいま私職を失いました。何を言うてんねん、ボケへん俺なんかほぼそうめんやん。知らんけどやな。ユニークなコメントもいらんから、ノーユニーク。ユニークなしで。それで頼むわ。おい、石田どこ行くねん。井上、服着ろや。裸ちゃうねん。空港まで全裸で友達止めに来るって頭おかしいやろ。頭おかしい。おかしないよ。何を言ってんねん。じゃあやって。いや俺もボケんとこと頑張ってんねんけど、俺の中の悪魔と天使がこう葛藤してるわけよ。ボワワワワワワ、ボケたいんだろ、好きなだけボケればいいんだよ。ピロピロピロピン、ダメよ、あなたは漫才師、お客さんの笑顔を守るためにいっぱいボケなきゃ。どっちもボケてる。なんでそうなんの。もうボケいらんから。お前のボケの過剰摂取のせいでこっちボケのメタボリック症候群になってまうわ。え、何回言えよ。何急に食べてくれてんの。ボケのメタボリック症候群どうしたん。え、俺がいっぱいボケるから自分でも面白いこと言おうと頑張ったん。超可愛いんですけど。舐めてんのか。そんな俺も我慢せん言われたらボケ暴行炎になるわ。何を言ってんの。もう余計なこと言わんでから次の展開。おい、一緒どこ行くね。井上、お前俺が見えんのか。幽霊ちゃうねん。もう飽きてるって。頼むから行こうぜ次。おい、一緒どこ行くね。あっちらへん。ただのアホやないか。君が一番面白い。ダマンガチャンピオン。頼むわ。おい、下どこ行くねん。おう、ミスター井上。へいやないねん、お前。やるや、お前。今日お前、おい、下どこ行くねんしか言ってない。お前のせいやねん。お前のボケが多いからそうなってんねん。ええ加減するとこっちも切れんぞ、こら。お前、俺に切れる暇あったらまずここ切れな。何の話してんねん。もうよ。どうも、トンセルです。これね、これ中学高校の同級生なんですよ。そうなんですよ。まあ一日も仲いい時なかったんですけど、なんちゅうこと言うねん、お前。でもな、学生時代さ、一回はやってみたかったことあるやんか。何何、楽しい会話。悲しいな。転校や転校。ほんまにしてくれればよかったな。なんなんこいつ、さっきからねえ。でもな、転校生の気分って一度でいいからこう味わってみたかったやんか。ああ、まあな。だからちょっとこの味わいたいからさ、うん、ちょっとここで転校生の気分味わわせてくれよ。断らぬ。すっとやれよ、おい。すっとやらぬ。めんどくさいな。もう何やってくれたらええから、こういった春休みのホームルームでな、言ったら先生がこう転校のこと切り出すねん。明日から春休みに入るわけですが、ここで皆さんに嬉しいお知らせがあります。悲しいお知らせ。結構しぶい。転校するから悲しいお知らせ。ここで悲しいお知らせがあります。それは井上のブログをチェックしてください。言えやー。さあ、明日から春休みだ。切り替え早いな。いや、そこはちゃんと直接言うてくれよ。悲しいお知らせがあります。それは何かと言いますと、こちら、じゃじゃん。情報番組か、おい。井上が転校。めくりとかないでよ。聞いてみましょう。いや、聞いてみましょうやな、ね。だからすっと天候のこと言えや。明日は全国的に雨、うん、晴れとか雨の天候の話しちゃうねんわ。引っ越すことや。なんと、井上が引っ越すことになりました。あー、落ち着け、みんな落ち着け、みんなの気持ちは分かるけど落ち着けな。そうウェーブするな。大盛り上がりやないか、おい。いや、違う違う、そこは悲しんでくれよ。おい、落ち着け、そう悲しむな。なあ、おい、泣くな、ぬらりひょんかっぱ。妖怪学校か、お前。おい、もうええわ。もうちょっと挨拶させて。じゃあ、挨拶を。みんな、急にごめん。今までありがとうな。早い。早いって。まだ言いたいことあるから、先生黙っといて。みんな、急にごめん。
親父の仕事の都合で引っ越すことになった。アリさんマークでな。引っ越し先はかなり田舎らしい。コンビニも夕方でしまんねんて。向こうに着いたらメールするな。電波届くんかな。黙れや。一時厄介に入ってこんでええねん先生が。それでここで先生がな、今日で最後やからっていうことでみんなに携帯出せって言うねん。おい、まあ今日で井上とな会うのも最後になるかもしれへんから、みんな携帯出せ。うん、大丈夫や、今日は没収せへんから、携帯出せ。ほんまや、大丈夫、没収せえへんからな、はい、携帯出せ、うん、没収せえへんから。どんだけ信用されてないんだよ、おい、早く出せ。先生信用度ゼロか、おい、すっと携帯ぐらい出せ。はい、携帯出せ。もう井上と会われへんかもしれんからな、だからみんなと一斉に、いや一人ずつの方がいいか。先生、よし、じゃあ阿部お前から来い。よし、はい、隣来て、はい、携帯貸せ。よし、じゃあせーので行くからな。せーので、井上のアドレス消すからな。残酷。せーの、はい、耐えられへんわ、もう、はい、にそれを一人ずつ生徒全員分やんの。ん、写真とか撮んねん。写真撮んの。あの、こう引っ越し当日や、こうトラックになこう荷物を詰めてたら、こう友達が来てくれたりすんねん。これで最後か、よいしょと。井上、どっから来てんねん、おい、ここでやってた。なんで俺密林に住んでんのか。市街地で頼むわ。これで最後か、よいしょと。井上、石田、来てくれたんか。うん、罰ゲームで負けて。いやいや、ちゃうわお前、友達やねんから自ら来てくれ。これで最後か、よいしょ。井上、石田、来てくれたんか。まだ金返してもらってんから。嫌なやつか、お前は。逃げる気か、また逃げるのか。何やこいつ、また逃げるのか。友達や。これで最後か、よいしょ。井上、石田、来てくれたんか。当たり前やんけ、俺ら友達やろ。あ、よし。月に戻っても頑張れよ。 ET ちゃうねん、俺すぐ人間の友達で飲むわ。ほんでこう無理やって分かってるけどな、引っ越すの止めようとすんねん。これで最後か、よいしょ。井上、石田、来てくれたんか。パンパン、プシー、行くなや。パンク刺したやろお前。誰がそんな物理的なことで止めんねん。ここでなんか部活の友情物語みたいになるやろ。こう向こう行っても絶対部活やめへんよなみたいな。向こう行っても部活やめたりせえへんよな。当たり前やろ、俺から部活取ったら何が残んねん。ヘリクツとナルシスト。最悪か、お前。そんなこと言うか、お前。あと不祥事か。何やこいつら。いや、そこでなんで、こう、よかったらこれ、俺が使ったこれ使ってくるみたいなのあるやろ。よかったらこれ、俺が使ってた、すみません、戦闘体制。これお前にやるよ。あ、いだ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 。誰が一発ゲームもらうの。実際のものくれよ。よかったらこれ、俺が使ってた、茶筅と茶碗と茶っ葉、お前にやるよ。茶道部な。あんまりこのやりとりで文化部ないじゃない。運動部で頼むわ。よかったらこれ、俺が使ってたマウスピース、お前にやる。気持ち悪いね。もうリストバンドとかでええから。リストバンド、お前にやるよ。ありがとう。全国大会で絶対に会おうな。逆や。なんでそっち向かってんの。こっち向いてやるや。うん、当たってる。距離取れや、そこは。いや、そういう距離取れ言うてんちゃうの。誰の心の距離取んねん。もうええわ。あの子、荷物全部積み終わって、こうトラックが走り出すねん。ブーン、ドナドナドナ。いや、悲しい BGM いらんから。オブスを乗せて、いらんこと言わんでええねん。そこはなんか友達がこうね、トラックまでこう走り寄ってくるとかあるやろうが。ブーン、井上、石田、向こう行っても頑張れよ。待ったな、井上、ありがとう。石田、今まで本当に、うわぁ、おい、石田、瞬速に吐き替えた。そうな、瞬速に吐き替えた。そうか、うわぁ、ありがとうね。向こう行ったらメールするからな。石田、今まで、井上、石田、ドクター中松のやつ。そうなんだ、ドクター中松のやつ。そんなスピードで石田、ってもね、石田、今まで井上、どんなことついてくんねんって。どうも、出した。ちょっと思うねんけどさ、何ですか。世の中の男性女性はな、うんうん、もう常々出会いを求めてると思う。おお、スタートダッシュいかつぎだ。何がよ、やってんなお前。ほんまそうやんか。おーおー、結婚がゴールとは言わんけどさ、おーおー、やっぱりな、この人間にとって恋ってエネルギーになるやん。ふう、スピード違反。なんなんさっきからやってんなお前。そりゃそうやろ。だから婚活サイトとかな、出会い系アプリとかがあるわけやん。まあ俺にとってはこの漫才してるっていうのが一番の出会い系アプリ。ガスケツやわ。なんなんおい。ガスケツ、ガスケツやお前。何がガスケツや。
何言うてんだよお前。いやそうやろうが。はあ、だってこうやって漫才してるってことはな、一番輝いてる姿をみんなに見てもらえるチャンスや。でもこれ動画で見てもらっても関連動画でお前の謝罪会見出てくるからチャラやで。やめろやおい。むしろマイナ。何を言うてんの。とりあえず今日はな、俺のかっこいいところをじゃんじゃんアピールさせてもらおう。どうぞご自由に。休憩入りまーす。休憩入るな。おいおいおい。勤務せ。いや見とけよそこはお前。見とくの。当たり前やろお前。マジかお前。俺なんかな、どこがアピールできるかさ。まず運動神経がええねん。あんま40歳で運動神経いうやつおらへんけど。何がええねんなお前。ええことやんけ。いやでももう衰えきってるから。全然まだまだ大丈夫や。ほんまかい。ほんで俺高校の時からな、バスケットボール始めてんけど、俺高校2年でもうレギュラーやったからな。すごいすごい。そんなことよりね、話変えんなよおい。ハレーシューすごいんですよ。40歳の話をすんなよ。レギュラーやったんや。あそうですか。俺言うときのね、もう早かったんぞ。女子に嫌われるまでが。違うわおい。はじめまして、井上裕介です。何したんや俺お前。何そのいきなり嫌われなあかんねん。スピードが速かったの。スピードがね。俺ポイントガードっていうポジションやってたけど、パスに定評があったんや。舞、井上くんが舞のこと好きって言ってたで。パス。そのパス違う。どういう定評があんねんそれやったら。俺言うとくのな、チームメイトからな、井上がおったら助かるわってよう言われてたよ。いやそりゃ助かるやろ。お前がおったら周りが全員スタイルよく見えんねんから。そういうこと違うわお前。俺もお前のおかげで190センチ以上あると思われてんねん。思われるか。助かってるわ。誰が引き立て役やお前。じゃあな、口で言うと分からへんやったらもうプレーで見したるわ。プレーでな。おいこれ見ろ。おい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 、えらい全裸でご用件やろ。違うわ。前隠してお前。ドリブルしてんねん。ドリブル。ドリブルしてんのかそれお前。よいしょ、よいしょ。残念でした、ブルマ履いてます。スタートめくり違うから。ボールをスティールしてんねん。スティールしてんの。極めつけがこれや。よいしょ。むっちゃ背高いやつになんでやねん。いらんこと言わんでええねん。おい余計なこと言わんでから。あと中学校の時サッカーもやってたけど、サッカーもうまかって得意やったんがこれ。よしよし。見て見て、こいつ鳩の霊に取り憑かれてんねん。誰がよ。リフティングに決まってるやろお前。あと言うとこれや。イエーイ。1ミリでもいいから足長くなれ。言うかそんなこと。長くならへんかった結果がこれや。あとこうセンタリングが来たボールに対して。おら、これが本気の謝罪や。何を言うてんねん。余計なこと言わんでええねん。もうおじさんやからもうハーハー言うてるやん。あ？無理やん。何が無理やねん。もう おじさん通り越しておばさんみたいな髪型。誰がおばさんやこれ。髪型がもう金魚の。何を言ってんねん。おばさんになってる。かっこいいやろ言ってんねん。かっこいいが分かった。かっこいいアピールすねんな。ほんどうや。ほんな俺がかっこいいアピールしたるわ。やれよちゃんと。やったる。ほんまこいつかっこいいんすよ。マジでバスケットやってたんですけど、レイアップシュートってあるじゃないですか。普通の人やったらレイアップシュート普通にこうやってやるんですけど、俺もそうやってる。こいつの場合はレイアップシュートした後こうやってる。見張ったことない。そんなポーズやってる間にディフェンス戻れよ。ディフェンスも普通やったらこうやってるでしょ。いや俺もそうやってる。普通の人はこうやってやるんですけど、こいつの場合はもうこんなん。ダンス踊ってんのかお前。ディフェンスならへんやん。これでピボットっていうのがあってね、ボールを持ってこうやって回るやつがあるんですけど、こいつの場合はね、ボール持ったままこうやって。意味ねえ。トラベリングやしなかったすごいでしょ。あとサッカーもね、スローイングってあるじゃないですか。スローイングも普通こう投げたらね、このままじゃないですか。でもみんなそうや。こいつの場合も投げたあとゆっくりこうなりますから。ミュージシャンか。そんなポーズそらへんわ。一応スライディングも普通の人ったらこうやってやるでしょ。全員そうや。でもこいつの場合はもうこの状態ですから。ボールと浮きないやろこれは。ねえ、ね、でトラップもね、ボール来たら普通こうやって胸でこうやってトラップするんですよ。いや俺もそうやってる。でもこいつの場合はボールが来た瞬間ジャケット羽織ってるやんどういう状況やねん。サッカーの試合でジャケット羽織ってるって。ねえ、でもサッカーだけじゃないんですよ。他のスポーツも全部かっこいいんですよ。例えば水泳ね、クロールやってるじゃないですか。クロールの息継ぎの時こいつこうやって神かき上げへんわ。ねえ、すごくないですか。あとバレーボールのレシーブね、レシーブも普通の日やったらこうやってやる。いや俺もそうやってるって。こいつの場合はハートを打ち抜くの。どういう状況やねんそれ。ねえ、あとね、ハンマー投げなんかもね、普通の日やったらなあってやるんですよ。いや全員そうやって。でもこいつの場合も投げた後な、何が何がなあ、ね、なあ。一番かっこいいのが飛び箱ね。いや飛び箱なんて飛び箱普通飛んだ後みんなこうやってこうじゃないですか。いやみんなそうやって。でもこいつの場合は飛び箱飛んだ後このまますごいなおい。めちゃくちゃかっこいいやないかおい井上。あ、これ40歳でやるネタちゃうな。いいと思う。どうもあざした。このネタってさ、はあ、タイトル自己 PR な。分かれへん。
でも一応タイトル自己 PR なんやろ。自己 PR って書いたのはお前や。俺が書いたんか。まあ井上がね謹慎中にね、うん、過去のネタ台本をね、ネタで台本として残ってないやつあるかもやから、それをちょっと暇な間に、うん、書いといてって書き起こしといてって言って、そうそうそう、書き起こしたやつを俺が久々に見たんや、うん、それに自己 PR って書いてた。お前が自己 PR 生きり編って書いてた。いやでも俺、うん、なんかを見てだから文字にしてるから、うんうん、なんかではだから自己 PR ってなってたんやな。いやオンバトの DVD にもタイトルなんか書いてないから、うん、なんやろな。じゃあお前がそう思ったんやろ。お前がその時に思ったんやろ、自己 PR やな、生きり変やと思ったんやろ。まあなんか似たようなネタ多かったしな。そうそう、こういうネタ、あの頃ちょうど井上が何かしら全てカッコつけるっていう、うんうん、ちょっとギャグ要素多めのネタ多かったから、うん、ネタやってましたね、うん、でまたなんか短い出番とかも多かったんですよね、あの頃ね。1分とか2分とかな。そうそうそう、だからそういう時用に作ったやつのこう詰め合わせみたいな、うん、だから1分のネタで漫才やってくださいって言ったらバスケットボールのとこだけやろうかとかな。そう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 、うん、まあこのネタはしんどかったな。いやこれはほんまにしんどい、マジでしんどかった。だって、うん、当時でもしんどいねんもん。そう、当時でもハーハー言ってて。そうそう、20代、ほんと20代中盤ぐらいの時のネタやんこれ、うん、あん時でさえお互い終わってもしんどいなっていうネタやもんな。うん、そうやねん。であの頃なんかな、薄着やったやん俺らも。そうやな、なんかお前も若い格好してるやん、短パンにな、うん、シャツみたいな、うん、ローソン柄のみたいな、うん、あったあった。俺もな、もういいだ、もうピチピチの白のあれやったけど、うん、もうスリーピース着てるから俺も。わかる。だからスーツってやっぱ動きにくいな、うん、動きにくいよ。この股抜きドリブルもさ、うん、開かへんから。ああそうやな、股が。うん、いやでもほんまに自分、いや お前のことをいじりながらもさ、俺も動かへんなと思いながら、うん、こんな動かんかと思いながら。そうやねんな、やってましたよほんまに。ほんで、うん、40にしては、うん、まだ多分動けてる方やねん。まあ動けてる方ですよ多分2人とも、はいはいはい、最低限の運動もしてるしな、はい、でもそれでも動かへんからな。いやそうやねん。だから20代って、うん、本当すげえんやな。いやすげえ、今改めて思うと。うん、でも俺はこのネタでやっぱりまあ作り上手なんやねんけど、ほんまに自分で作り直してておもろかったんはやっぱり40歳のおっさんが運動神経いいってアピールしだす瞬間、もう面白くてさ、お前ら他ないんかいっていうさ、40のアピールポイントな。もう俺さ、もう書き直しながらもう笑い転げてさ、めちゃくちゃ面白かったもん。いやそれはだってリアルにな、うん、じゃあリアルに今例えばじゃあ井上さんの付き合ったらいいポイントとかアピールポイントどこですかって言われて、運動神経ですとは言わんやん。さ絶対にそれもネタを進める上ではな、自分に嘘つかなあかんから、うん、いや面白いなと思って。いやほんまにだからあれもな、なんか当時は若かったし運動神経めちゃくちゃ良かったから、そうそうで運動系のロケとかねばっかりやってたからね。そうそう、あの頃ね、スポーツ系の仕事もいっぱいやってたし、そうそう、バスケのなんかとかもやったから、そう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 、あれがなすんなり入ってくんねんけどな。このネタの最後もさ、飛び箱で終わんの謎やん。なんでスポーツ、いろんなスポーツやって、なんで最後飛び箱やねん、飛び箱やねんってなんねんけど、その時井上の特技が飛び箱やってんな。なんか人を飛び越えるってやつな。人の肩を、人がこうやって直立で立ってもらって、それを俺が後ろから飛び越えるみたいな若々しい派手な演出をしててんな。そうそう、うん、それがあったから、もう井上といえば飛び箱みたいなイメージがあったのよ、うん、それがない状況で今なんで急に飛び箱なんみたいな。最後一番地味なん来るからな、地味なやつ、スポーツとしては。そう、うん、で言われて最後俺ビャーン飛んでビシャーンなるやんか、うん、でスタッフさんにさ、いややっぱ年取ったやな、ドーン言うてるもんな、音がな、
音言うてるわって言ってるけど、いやあれあの頃からドーン言うてていやいやだからより重みあったんちゃう。いや違う違う違う、お客さん入ってへんからやで。いやいやいや、お客さんおったらあれドーン消えてんねん。年齢やって。え、いやでもそのドーンもそうやし、うん、やっぱこのまた開くまでの速度とかもやっぱ遅かったもん。それはな、うん、ほんまに思った。これパラシュートやったら死んでんな思ったもん。おお、開いてなかったで。あ、無理やな、やっぱり初速がもう無理やわ。そうやな、初速が無理やし、うん、あの振りの飛び箱を最初に飛ぶところは普通に飛ぶところがもうしんどそうやったもん。あ、そう、昔はもっとなパーってできたけど、うん、もうあの時にはもうバテてたもん。はよこのネタ終われへんかなと思って。そうやな、だから見てもらっててこんなことを言うのはあれやねんけど、うん、あんまり見てほしくないネタやな。そうですね、だからこれこのネタはもしかしたらそうですね、1週間限定の公開になるかもしれないですね。はい、どうも、ノクルです。ちょっといきなりやねんけど、はいはいはい、俺とさ、うん、お客さんの関係ってな、はいはい、ウィンウィンやと思うねん。お、謎の間がありますね。何だよ。いや、ほんまにそうやないかい。あ、そうですか。俺は舞台上からな、お客さんにこのラブのプレゼントをして、お客さんは客席からさ、キュートなスマイルを送ってくれるわけやん。おお、これか。あ、これが噂に聞く言葉を失うっていう状況。何がよ。いや、ほんまにそうやないかい。今何て言いました？だからラブのプレゼントをしてキュートなスマイルをもろてんねんやんけ。見てみよ、お前ビターなスマイルやで。苦笑いやないか、お前。何のビターやぞ、お前。いや、でもほんまにそうやんか。こう漫才師としてはさ、こう舞台の上が一番輝いてる場所であるやんか。うん、まあそうですね。だからさ、こう舞台の上で死ねたら本望やなと思うね。確かに。それは俺もほんまに思う。うん。80歳ぐらいまで生きてさ、うん、お金もめっちゃ貯めれて、孫の顔も見れてさ、後輩たちにもめちゃくちゃ尊敬された上で、舞台の上で死ねたら本望やもん。欲深いな、お前。えらいやりたいこといっぱいあったぞ、お前。舞台の上で死ねたら本望、それだけで映画なの。いや、でもさ、リアルに考えてみ、うん、な、お客さんからしたらさ、たまったもんじゃないよね。何が？だってお前こっちは笑いに来てんのに、なんでブルーな気持ちで帰らなあかんねん。いや、まあ、まあ確かに。こっちは金払ってんねん。何死んでくれてんだ。お前絶対地獄行けよって話で。どこでスイッチ入ったんや、お前。絶対。何があったんやん、これ。絶対そうなんだよ、お前。いや、まあ確かにお客さんもそうかもしれんけどさ、はいはい、こう横におる相方、これめちゃくちゃ焦るで。あ、そう。こう漫才出てきたらバタって倒れてまうねん。あ、確かにちょっと想像してみていい？うん。すごい笑ってる。あ、すごい笑ってるやん。あ、ごめん。ごめんごめんごめん。よう笑えたの、こいつ。あ、すいません。いや、でもだから万が一の時のためになんかシミュレーションやっとこや。あ、シミュレーション。あ、だから俺が出てきて、俺が倒れるから、うん、ちょっと対処してみて。の上。倒れてくれて、ほんまにありがとう。気悪いなぁ。すごい気悪い。さあ、やろうぜ。あ、ノリノリやな、こいつ。さあ、やろうやろう。めちゃくちゃノリノリやん。やれやれやれ。じゃあ、やろうか、行こうか。どうもー、ノーサルでーす。また。井上。おい、井上！まあ一人で頑張ってから。切り替え早いね。おい。いや、でも葬式ってめんどくさいですよね。おいおい、テーマ、テーマ。なるべくやりたくない。ネタのテーマ。なんで横で相方倒れてんのにいきなりピンネタで葬式のネタ始めるんだよ。ええわけないやろ、ちゃんとやって。どうもー、どうもー、お世話になります。また。おい、井上。おい、井上！大丈夫かお前、大丈夫かお前、いやいや、おい、大丈夫かガッツポーズ出てんねん、大丈夫か、ガッツポーズが出てる出てる出てる、すごい喜びが溢れててもうてるから、ちゃんと頼む。どうもー、お疲れ様です。またう、またお前も倒れたあかんねん。二人とも倒れてもたらお客さんどうしたらいいになるやろ。俺が倒れてお前は焦ってくれてるから。どうもー、ノセルでーす。ありがとうございます。また。おい、井上。おい、井上！どうしよう、どうしよう。この後予定あんのに。何に焦ってんねん、おい。どうしよう、おにぎりパーティーあんのに。何よ、そのパーティー。ガリガリだらけのおにぎりパーティー。しょうもないね。なんでガリガリ集まっておにぎりのパーティーすんねん、お前。ちげ、ちゃんとそこ心配してくれなかったから。おい、井上、大丈夫か、石田。生きてんのか。そういうこと違うねん、おい。突っ込むとこちゃうからちゃんとやって。こう言うてたな。あ、おい、嘘やろ。おお、おにぎりが丸ごと。出てくるか、おい。ボコ。ボコ。血吐いてんねん、ちゃんとやれ。あ、うわ、嘘やろ。井上、大丈夫か、お前。口から血吐いてるやん。ちょっとついてるやん。多めに見ろや、おい。一大事やぞ、お前は。我慢せよ、それぐらい。うわ、井上、大丈夫か、お前。口から血吐いてるやんけん。うわ、ちょっとお客さん拍手すんねん。盛り上がんなよ、おい。
すんな拍手。なんでお客さん盛り上がってんねん。ちゃんと対処して。お客さんの中に。そういうやつ。送り人おられませんか。死んでもうてるやん。送り人来たらもう死んでる時やから。お医者様。お客さんの中にお医者さんはおられませんか。あ、私、医者の端くれですか。え？井上？あ、違う。バカなんか、お前。二つ。おい。今漫才師が別人を演じてるという高等テクニックゾーンや。高等テクニック、そうや。あ、そう、医者やってるから。石田さん、はい、最近井上さん調子が悪かったとか言ってませんでした。いや、ずっと調子が悪いって言ってました。人気がめっきりなくなったって。そんなこと言うか。おい、じゃあそんな話をしてんちゃうの。そんなことより井上を見てください。綺麗な死に顔でしょ。死んでるやん。まだ死んでない、生きてるから。生きてる。ああ、よかった。お客さんブーイングすんねん。どういうつもりや。生きてるからってブーイングなしよ。どんだけ家に生きてたら。もうそれがどうなんですかと。どうなんですか。医者って結構儲かるんですか。何の話してんねん。どれぐらい給料もらえるんですか。その給料一月分でどれぐらいおにぎり買えるんですか。おにぎりはええわ。おにぎりはどうだってええから。俺のこと聞かんから。あの、井上はかなり危険な状態です。嫌われすぎて。そういうこと違うねん。ギリギリの状態でってことや。じゃあ石田さん、私が応急処置をしますんで、石田様、救急車呼んでください。あ、でも僕、あの、携帯楽屋に置いてきたんで。じゃあ、これを。あ、ありがとうございます。フリスク渡すか、お前。なんでこのタイミングで講習気にすんねん、お前。携帯電話渡して。携帯電話ありがとうございます。はい、あ、公演中は電源切っといてください。真面目か、お前。今言うてる場合ちゃうねん。さっと電話せえや。あ、すいません。あの、TT ホールに救急車1台お願いします。え、何があったかって？来てからのお楽しみ。もったいぶるだよ。俺の状況を伝えて。あの、相方が急に血を吐いて倒れたんです。だから救急車1台。はい。あと、できればいいんで、コンビニ寄れたら、おにぎり買ってきてもらって。もうええわ、おい。どんだけおにぎりのことで頭いっぱいやねん。ええから。携帯ありがとうございました。このご恩は、なるべく忘れません。一生忘れんなよ、お前は。そんなことより、井上は無理なんですか、生理的に。違う。そんなこと言ってんちゃうん。手遅れっていうことや。手遅れ？そうや。お客さんウェーブすんねん。なんで？すごい盛り上がってねえ、お客さん。だからお前、井上目を覚ませや。あ、井上目覚ませ。お前は決してかっこよくないぞ。そういう意味で言うてんちゃうねん。お前にはやり残したことあるやろ。お前にはやり残したことあるやろ。俺への謝罪とか、俺への財産分与とか。なんでそんなことせなあかんの。俺一人やり残してどうしたらええねん。俺一人だけ残ってどうしたらええねん。職失うやんけ。リアルなこと言わんでええねん、おい。食いっぱぐれるやんけ。もっといっぱい稼ぎたかったのに。もっといっぱい稼いで、おにぎり買いたかったのに。でもええねんだから。どんだけおにぎりのことばっかり言うてくんねん、おい。じゃあええねん、そこは。おにぎりのこと忘れたらええから。おにぎりのことは忘れる。そうこう言うてたら俺が、石だ。井上、お客さんスタンディングオベーションせんねん。盛り上がんなって、もうええ。どうもありました。知り合いの女の子はカフェをオープンするって言ったら、開店祝いに花送ってくれって言われたよ。お、あれや、新しいお店の真ん前にでっかい花飾って、あの芸能人の名前書いてある。せやせや。あれやる。やってくれって言われた。どういうつもりなの。何がやねん。あ、ごめん、何様のつもりなの。何があかんねん。いや、してくれって頼まれねんからええやろ。いやいや、あれは芸能人がやるから開店祝いになんねん。お前みたいなやつがやったらお前開店呪いやろ。そうはならんやろ、お前。誰がやっても開店祝いは開店祝いやろ。あかんよ、お前。日本で一番嫌われてる。誰がや、これはもう。そんなやつから花送られても。してくれって言われたからな。ちょっとしたいねんけど、やったことがないかわからんねん。あ、そうな。うん、あ、じゃあ俺が教えてあげるわ。うん、俺があの、お花のコールセンターにおるから電話しておいで。電話してね。うん。プルプル。ありがとうございます。お花のことならお任せあれ。北は北海道から南は沖縄まで全国どこにでも花を咲かせます。現代の花咲かじいさんことお花エンジェルですの CM でおなじみのお花エンジェルです。長ないちょっと。そんな長々喋んの？クレーマーですか？クレームじゃないねんけどさ。もう練習やからそこ短めでええわ。マニュアル短めで。頼むわ。プルプル。石田です。バカかお前。誰がお前の名前言うねん。はい、店の名前。花地獄です。名前が良くないな。お花エンジェルで行こう。お花エンジェルです。すいません、花送りたいんですけど。あ、それでしたらインターネットでのご注文が便利ですけど。対応せえや、おい。電話かけてんねんぞ、おい。ちなみにこちらの電話番号はどちらでお調べになりましたか？まあインターネットで。でしたらそのままそのサイトから。対応してよ。電話かけてんから。困りました。それではしぶしぶお受けいたします。言うな、そういうこと。それではご依頼主様のお名前の方をお願いいたします。あ、井上雄介で。井上ブースケ様ですね。違いますよ。もしもし。はいはい、もしもし、ブースケ様。名前にブスって入ってますから。はい、ブースケ様ですよね。雄介。ブースケ様ですね。なんでそうなんの。雄介。雄介、改めブースケ様ですね。改めないで。一回答え通り過ぎたから。井上雄介様で。それでは漢字の方をお願いいたします。井戸の井、上下の上、余裕の湯に介護の介で。かしこまりました。それでは漢字の方を確認させていただきます。はいはい。井戸の道に上下の下、余裕のように介護の語で。全部逆やわ。土下予語さんによる。土下予語。
ドギオボさん、もしもし、もしもし、ドギオボさん、ドギオボじゃないんです。どちら様ですか？だから井上なんですけれども、ドギオボさんに代わっていただいてもよろしいでしょうか？誰ですか、ドギオボさんって？私、ドギオボ様とお取引しておりまして。井上です。あ、井上ドギオボ様です。でもないんです。聞いたことあります、ドギオボっていう名前。井上祐介様です、ね、それでお願いします。ま、それでは送り先のお名前の方をお願いいたします。カフェキュートで。カフェキュート、うん、それではですね、送り先の電話番号の方をお願いいたします。090のほにゃ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 。お客様、ほにゃほにゃと言われました。わかるやろお前。とりあえずほにゃほにゃと打ってみたんですけど、パソコンに赤字でエラーが出てる。そうなるやろ。初めての体験でございます。誰がここでリアルな電話番号言うねんお前、はい、言った手でええねん。あ、言った手ですか。それでは電話番号の方確認させていただきます。超やる気ゼロなんですけどのゼロ。それいる？そのゼロの確認ええと思うわ。いいですか、うん、それでは送り先のご住所の方お願いいたします。東京都新宿区○○○のペケ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 。かしこまりました。それではご住所の方確認させていただきます、はいはい、東京都世田谷区密集区。俺のリアルな住所言ってるやねんお前。テレビやぞこれお前。黒いマンション1棟しかないねん。未熟には黒いマンション1棟しかないや。さっと言って。かしこまりました。それではですね、メッセージカードの方のメッセージの方お願いいたします。ゆりちゃんへ。ゆりちゃんへ、開店おめでとう。開店おめでとう。今度お店行くね。今度お店行くね。君のハートを奪いにね。吐くなよおい。何も入ってくれてんねんおい。ああ、パソコンが偉い。蛇腹状にはないねんおい。何してんねんおい。撃てやはよ。君のハートボ、なんだこのかゆみは。お客様申し訳ございません、はいはい、私お客様アレルギー。何やそれ。聞いたことないわ。撃てよ、はい、君のハートを奪いにね。でかっこ笑い。かっこ悪い。悪口出たもん。もうええ、お願いします。これ我々の漫才です。はいはい、どうもどうも、ノンセルです。お願いします。ちょっとお前に聞きたいんだけど、何ですか何ですか。火事の現場に遭遇したことある？ああ、何回かあるよ。え、どんな感じなん？まあ、向かいにカメラあって、まあ、2人で並んで、これ、まあ、定番の赤ジャージに白のタオル頭に巻いてる感じ。カジサックの現場の話してるやん。うん、そうやってる。いや、カジサックのこともカジって言うけど、うん、カジの現場やろ。燃える方のカジに決まってるやん。ああ、それはないよ俺も。分かるやろ。ない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 。俺実際な、うん、1回だけカジの現場に遭遇したことある、うん、マジで、うん、何メラメラ。はい、何メラメラも教えてや。ないねそれ。いや、日の単位やん。聞いたことないぞ。なんで聞いたことないの。お前義務教育行ってへんのか。いつ習ったんやそれ。どの授業で教えてくれんねん。え、技術課程で。技術で教えてくれる。教えてもらって。初めて聞いたけど。え、知らんの。知らんよ。あ、そう。じゃあ、まあ、分かりやすく言うと、テニスのことを熱く語る松岡修造がおよそ1メラメラ、うん、結構熱いやん、うん、お1メラメラでそんだけ熱いの。およそ1メラメラ、うん、ほな、まあ、めちゃくちゃ燃えてたから100メラメラぐらいかな。マジで、うん、お前100メラメラってことは10長渕やん。よう分からんわお前。その単位がコロコロ変わるのやめて。あ、そう。何でもええねんけどな。おうおう、だから万が一よ、今後俺ら火事の現場に遭遇した時のためにさ、ちょっと練習しとこうぜ。おらシャス。火事サックはええねんおい。こういったら俺らがこうな、二人で歩いてるやろ。ほんならこう周りがなんか騒がしくなんねん。おい井上。どうした？頭に鳩乗ってんぞ。あ、そういうこと違うねんおい。すいません。そういうなんか騒がしくなるじゃなくて、恥ずかしいっていう方じゃなくて、こう黒い煙が上がってんねん。おい井上。どうした？頭から黒い煙上がってる。大惨事やわお い, おい。俺から煙上がったらあかんねん。大丈夫か。100メートルぐらい離れてるところが煙上がるから。よし、現場に向かおうぜ。オッケー。かかとにタイヤがついてるやつ。久々に見たぞそれ。子供がやってるやつやろ。まあまあ、ほんで現場にパッとつくやろ。ほんですごい煙なわけよ。おい井上、小林幸子出てきそうやな。出てくるか。お演出ちゃうねん。もう暗い煙がうわーって出てるわけや。だから近所の人に協力して、もうバケツリレーや。バケツリレーに必要の方は入場門にお集まり。運動会か。それで集めるんちゃうねん。実際にも声かけたらええねん。すいません皆さん、バケツリレー協力してください。バケツ回してください。そうそう、そう、バケツを上に上げて、あの傘で回して、そっちちゃうな。何を盛り上がってんねんおい。今ね、火事や、火事目の前。バケツ回せ、はい、よいしょ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 。バックコーラスかお前は。バケツリレーをしてたらな、後ろから一人の女性が話しかけてくんねん。はいはい、かっこいいかっこいい。言うかそんなことお前。お疲れした。何やこいつ。違う、そこは一人の女性がいな、中に私の息子の太郎が。今時太郎。お前はどうだってええねん。でパーってな、2階の窓を見てみたら太郎くんが取り残されてんねん。うわ、息子さんお母さんにですね。どうでもええわ。だからおい、そんなこと言うてる場合ちゃうねん。太郎くん助けに行くから、よしバケツに水かぶるぞ。バシャー。寒がるだよおい。何してんねん。
あったまるために燃えてんちゃうわ、お前。もうとりあえず助けに行くから突入するぞ。ピンポン。暑いよな、ほら。燃えてんねんから、窓突き破っていこう。パリン、ムニュー。あ、ミドル。ないとこ選べや、おい。ミドル。何考えてんの、もうないとこでパリンと中に入る。ほんなめちゃくちゃ燃えてるわけよ。うわー、俺がピンクに見える。余計なこと言わんでええわ、おい。いらんこと言わんでええから。で、パッてこう、周りを見渡しても太郎くんが見当たらへんねん。おい、井上。どうしたDVD オードリーのばっかりやつ。別にええやろおい。笑いの好みはどうだってええねん。で太郎くんが見当たらいいから、太郎くん、太郎くんって声をかけたら、今にも消えそうな声で遠くから助けて。聞こえません。やめてやれよ。状況考えろよお前。敬語は何やこいつは。一生懸命な声を振り絞って言うてんねん。だから声のする方まで走り寄って、いや、ええねんだからタイヤは。もちろん太郎くんのところに駆けつける、うん、大丈夫か太郎くん。太郎くん、太郎くん、オードリーも面白いけどノンスタイルもなかなかやで。今言うことか、それは。なかなか面白い。今すぐ太郎くんを外に運び出さなあかんから。よし石田、俺頭持つから。おい、足持て。わかった。よし。いや、太郎くん長いって、もうええわ。どうも、あたした。どうも、よろしくお願いします。ちょっとさ、うん、俺お前に一つ忠告があんのよ。あ、一つだけ、うん、俺お前に50個ぐらいあるよ。芝生もお前。じゃあでもこれ結構真面目な話やね、うん、おお、何、ちょっとあの心して聞いてほしいねんけど、はいはい、石田の笑いはさ、うんうんうん、ちょっと時代遅れやと思うんだよな。なんじゃこいつ。はは、うん、いや、マジでマジで。ああ、これあれですよね、眉間に画鋲を刺して言い忘れてる。絶対あかんわ。いや違う、聞け聞け。何や、何や、おもろないとは言うてない。お、時代遅れやっつってんの。何がや、何がや。いや、この令和の世の中な、言ったらな、見た目いじりとか容姿いじりはあかんって言われてきてるやろ。 お前散々な見た目いじり容姿いじりしてきてるやん。お前それ正気で言ってんの。当たり前やろお前。いやいや、俺がいつお前の見た目いじってん。常に365日エブリデイでやってきてんねんお前は。いやいやいや、俺いじってないやん。いじってるやん。いじってないやん。俺はいち早くお前のバグを発見して修正してるだけやん。何やその言い方。何やねんバグって。そうやんか。なあ、だって例えばお前、万引き G メンが万引きスルーしたらどう思うねん。仕事せえって思うかな。そやろ、石田が井上スルーしたら仕事せえってなるやろ。なんでそうなんねんお前。何やその仕事のジャンル。もうざっくり言うたら爆弾処理班やろ。誰が爆弾じゃこれ。何を言ってんだお前。いや、そうですやん完全に。お前ええねんで、別に俺はいじってもらってええねんけど、なんかお前が叩かれるからさ。何やこのマウントの取り方。あ、だからこの時代が井上に味方したっていうか。お、何やこれ、やばいやばいやばいな、やばいなこいつ。残念やったな。クソ野郎が成長している。はぁ、いやいや、何を言ってんの。いや、いじってないから。いや、してきてるから。してませんから。やってんねん。やってません、YouTube に証拠残ってるから。いやいやいや、じゃあその一緒に YouTube 見ようや。全部勘違いって気づくから。なんで強気で来れんの。すごいなお前。だっていじったことないもん。いやいや、あるやん。いじってない。お前今まで、うん、俺に何回キモ言ってきた。星の数。それを言うてんねん。それや、それ。いや、でも俺はお前の見た目をキモいって思ったことなんか一回もないもん。いや、思ってるやん。思ってない。俺がキモいって言ってるのはお前の言動に対してやんか。それもそれでやねんお前。思い出して。ああ、俺がお前にキモいって言ってた時のこと思い出してみ。想像して。な、お前の言動にバグが生じてる。バグって言うねんお前。何やその言い方は。バグ生じてるやんけ。ほらもう何やねん。ほら、例えば投げキスとか。いや、映画の投げキスぐらいバグやがな、あんなもん。何がバグやねんお前。じゃあ例えば俺が急に投げキスしだしたらどう思うねん。キモいよ。キモいねやないか。いや、お前がやったキモいだ。一緒やん。いや、俺の投げキスは待ってる人がおるやん。誰が待ってる人おらへんねん。俺もおるかもしれんやろ。おらへんがな。ああ、分かった。じゃあ100歩譲って、お前の投げキス待ってる人がおったとしよう。ああ、ただそれめちゃくちゃ少数派やからな。何がじゃこら。めちゃくちゃ少数派、もう霊感ありすぎて人と霊の見分けつかへんぐらいの人ぐらいの少数派です。そんな人見たことないねん。そんな少数派に向けて投げキスすんなっちゅう話ですよ。ほな投げキスどうしたらええねん。だから井上裕介がただただ投げキスするライブっていうオンラインイベントやる。誰が見たいねんそれお前。分かってんねや。はめやがったなお前。そうそう、誰が見たいねん。やりやがった。そうそう、誰が見たいねん。そう、ええわほんまに。あ、キモいわ。じゃあ一旦置いとくわ。あ、これはもう言い名残だけんからな、お前今まで何回も俺のことブスって言ってきてるな。俺がお前にブスって言ったんはどう考えても見た目のことじゃないやん。いや、絶対に見た目のことやん。いや、まあまあまあ、みんな分かってくれてる。何やその感じ。お前、俺だけがなんか理解できてないみたいな、やめろよお前は。違うやん、俺がお前にブスって言ってたんはお前の生き様に対してやん。もっと嫌やわお前。
なんやその言い方、生き様オンリーや。それもあるかもしらんけど、見た目に対してもブスって言ってきてるやろ。お前の見た目は至って普通よりちょっと下言うてんなよ。お言うてんぞお前。いやいやいや、今のはいじってないやん。今のは誰もが納得する正当な評価やん。冷静な感じで言うてくんなよお前は。な、何がやねん。でもほら、俺もほら普通より下やんか。ほら一緒やないか。そう一緒やで。ほら一緒のお前にな、人の顔をとやかく言われる筋合いはないねん。それが違うね。何がやねん。お前にブスっていう権利は俺にしかない。なんでやねん。いや、それはお前が普通に就職してたら俺はお前のことブスなんて絶対言わへんで。もう言う権利もないし言うつもりもない。でもな、中学から高校とな、ずっと同レベルで生きてきた。ね、生きてきたのに、もう芸人になった瞬間、モテるスタンスになった友人に対してな。違うで。そうじゃないで。君の居場所はそこじゃないねんで。ほら、背伸びしてたらしんどいやろ。戻っておいでって伝えるために心を鬼にしてブスって言い続けてんねん。何をだだだ喋ってんねん、こら、お前。そんな長ったらしい思いをブスの2文字にまとめてくんなよお前。今後な、俺はお前にもしかしてブスっていうことがあるかもしれへん。でもな、その時にこれだけは思い出してほしいねな。俺がお前にブスって言った時は、お前が人として道を踏み外してる時やから。うっとうしい。何こいつ、嫌われてもええから厳しいこと言う親友のスタンス。何を言ってんだお前、こら。あとお前、体型もいじってきてんな。記憶にございません。政治家かお前。それ記憶あるやつが言うねん。記憶にないねんもん、だってお前。俺のこと身長低い言うてきたな。それはもうただの憧れやんか。どこがやねんお前。憧れやん。だってほら、小中高と俺ずっと身長低かったやんか。俺よりも低かったから。やろう。でも高3で急にお前を抜いてしまったやん。俺めちゃくちゃショックやったもん。何がショックやねんお前。ショックやん。だってそれまでね、150センチ台やったんですよ。でも高3になった瞬間173センチやで、もうただの普通やん。いいやん。その普通が欲しいねん。いや、それだけじゃなくてさ、4、5年前ぐらいにお前とな、こう身長のことでやいや言い合った時があんねんけど、お前に言われて確かになーって心にめちゃくちゃ刺さったことがあんねん。何がやねん。あのさ、俺と石田が一緒に富士山登ったら、言うとっけど、石田の方が酸素薄いからなって。俺アホやん。確かになー。なんなんそのバカみたいな負け惜しみ。確かにそうやわーと思って。俺は何を言うてんの。さらにもう心えぐられたことがあんねんけど、覚えてる？いや覚えてないよ。言うとっけど、俺の目と石田の目やったら、俺の目の方が女の子のおっぱい近いからな。クソ野郎。おい、確かにな。何やそのクソみたいな負け惜しみ。これだけはもう一生忘れられない。すぐ忘れる、そんなもん。これこのエピソードはほんまお前の披露宴で話そうと思ってるから。絶対やめろよお前。人生の門出が振り出しに戻るやろ、あんなもん。ごめんなさい、なんかちょっと締めっぽい空気になって。全然感動的な空気になってへんわ、お前は。すいません。何を言ってんねん。何がやの。あと、お前、足短いもいじってきてんな。ちょっと待って。俺がお前のことな、足短いって言った証人がおるんやったら、ここに連れてこいや。ここにおんねん。みんな証人や。みんな見とんねん。いやいや。俺足短いなんて言ってないやん。言ってるやん。俺が言ったんは足短きことこの上なしやん。その方が嫌やねんな。あと太もも忘れて。それや、それそれも含め全部や、これいじってません。とりあえず今の時代見た目容姿いじりあかんからすんなよ。しません。やんなよ。金輪際ってか今までもやったことありません。ああ、もうやっとこれで本題や。やっと本題や。いや、そりゃそうやろ。お前前置き長すぎ。いや、お前が認めへんからこうなってんの。え、いや、俺ちょっと真剣に思ってることがあんねんけどやな。ね、俺あの美容男子っていう言葉が嫌いやねん。嫌な予感しかせえへん。何がやねん。ええ、ほんまにそうやんか。なんでいちいち美容男子ってくくらなあかんのっていう話や、はいはい、もう男子が当たり前のように美容に気を使う時代はもうそこまで来てんねんから。 お前もしかして今日美容について語る気なん。そうや。ハメ技やんけ。何やねんハメ技って。お前絶対に容姿のこといじるなよ。確信犯やん。俺の翼をもぎ取ってから開きましたよ。俺の翼をもぎ取っていじんなよこら。怖え。だからこれからな、男もどんどんメンズエステとかに帰った方がいいねん。ほんだら明るい未来を手にすることができんねん。そうですよね。みんなもメンズエステに通った方がいいですよ。だって通ったらこうなれるわけですから、ね、すごくないですか。そうですよね。だってやっぱり自信のない顔よりも自信に満ち溢れた顔の方が魅力的じゃないですか。見てくださいこの顔ねえ。これこそがね、
毎月高いお金を払ってまでメンズエステに通い続けた男の勲章ですから。いじってんねん。いじってるやないか、これ。いじってないやん。いや、いじってるやん。いじってないやん。褒めまくってたやん。どこがやねんな、お前。褒めちぎってましたよね。褒め言葉という器にいじる汁パンパンやねん。じゃあそれ。なんや、いじり汁ってよ。そうやろうがい。褒め子 100% やったよ。何やってくんだよ、お前は。いじってるやないか、これ。褒めてましたよね。めちゃくちゃ褒めてたやん。見てくださいよ、この可愛さを重視したお腹周り。緩やかさが際立つフェイスライン。小顔矯正への反発力。いじってんねん。全部悪口やないか、お前。ほんでも褒め言葉のトーンで悪口言うてるから余計立ち悪いねん。そうなる？は？そんなにこんな食い違うかな。いや、無理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 。納得できるわけないやん、これで。こんなに褒めてる。いやいや、泣きの演技ではどうにもならんで、おい。こん、あ、そう、あ、まあでも確かにそうかもしらんな。そうかもしらんわ。あ、だってお前褒めてるつもりで俺のこと真面目って言うけどさ、俺からすると悪口やもんな。全然違うやろ、お前。種類がちゃうやん。わかったわかった、結局は受け取り次第やな、そうしとこう。なんじゃこいつ。ごめんなさい、ごめんなさい。最後お前が変わらなあかん言うてんねん、こら。わかったわい。変わったらええやろ。はい、変わり変わります、変わりますよ。だからこれからな、もっとな、みんな美容に気をつけていかなあかんって話。わかりました。じゃあもう早速美容整形させてもらいます。そこまでせんでええねん、はい、美容整形。そうですね、ほぼね 60% オフしてやりすぎやろお前。はいはい、 60% オフってお前陥没してまうぞ。いや 60% オフしてもあの普通の人よりは出てるから。どんだけ出てんねんお前。大丈夫大丈夫。あと男が化粧するのも当たり前や。オッケー、じゃあ俺マットに弟子入りします。やりすぎやってやから。なんやったらデーモン小暮にやります。美容から離れたわお前。悪魔の方行ってもうてんねん。もっとな、カッコつけていかなきゃ。はいはい、カッコつけます。このバグはヤバいやろ。いや、お前のせいや。もうあれさ、ちょっといきなりなんですか、なんですか。俺やっぱ学生時代これクラブ活動とか良かったなと思うんだ。まあ部活良かったですよね。俺なんかこんなクラブやつ。おい、もう一回やって。むっちゃ背高いやつに、なんでやねん。何言うてんねん、お前。なんでやねん。何部や、それ。身長高いやつにツッコミ部。ないわ、そんなクラブ。バスケットボール部に決まってるやろ。バスケ部やってたんですよ。僕はちなみに野球部やってたから。あ、そうなん。結構野球うまいんですよ。見てください。いいですか、ちょっと。あ、ええやん。投げ方どうなってんの。あ、そうそうそう。取るまではええねん。投げ方やねん、問題は。ピッチャーもやってましたから。ええ、そこじゃないね、問題は。うん、そう、どうでもよくて。リリースどこや、おい。すごい状態やな、おい。ねえ、野球得意ですよね。でも野球部で何がええって言ったらさ、はいはい、野球部のエースがな、こう肘を痛めてさ、はい、野球部やめなあかん、はいはい、それをね、熱く止めに来るこのキャッチャー、これ物語があったらかっこいいやんか。あ、かっこいいですね。だからちょっとこれやってみてください。これ熱く止めるキャッチャーやるから、 お前野球部のエースやってくれ。お前はね、汗と涙が染み込んだグローブ、うん、このグローブをゴミ箱に捨てて物質を出ていく。そこを俺が止めに行くから。オッケー。ポイ軽いわ。おい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 、すぐサッカーに転向すんなって。おい、違うやん。いや、お前野球9年間やってたんやろ。いや違う、これ汗と涙が染み込んだグローブゴミ箱に捨てんねん。うもうちょっと気持ち込めて物思いにふけてくれよ。気持ち込めて。そうや。だから、おい、サッカーに行くなって。おい、めちゃくちゃ活躍してるやん、サッカーで。おい、すごい中心選手になってるやんけ、お前。え？ポイって言うな。ポイ。そういうこと違うの。音程問題で怒ってん、違うの。ええ、気持ち込めてゴン箱にグローブつけて、捨てて、ほんとカバン担いで出てくれてやから。担ぎ方、おい。おばはんがスーパー行くんちゃうねん、おい。もっと男らしく活断かい。いや、じゃあ、待てや。キャッチャー。ポジションで言うなよ、おい。いや、キャッチャーではあんねんけどさ、長年組んだバッテリーなんか名前で言うてくれよ。いや、コロコロでもないねん、おい。井上。旅行気分か、お前は。違う、止めに来てんねんから、ちょっと先見たらボストンで来いよ。ガチャ、待てや。キャチャウエ。井上や。チャースケすまん。ユウスケや。俺、キャチャウエ、チャースケでやってないねん。井上ユウスケやから、ちゃんとやって。
ガチャ。おお、ナイスタイミング。ありがとうやないねん、おい。いや違う、そのタイミングよく開くか、おい。止めに来てんねんから、ちゃんと止まれや。ガチャ、待てや。井上。どこ行くねん。もう練習始まってんぞ。おい、どういうつもりや。こんなとこにグローブ捨ててどういうつもりや。いや、それおむつやけど。間違うか、お前、これ監督のおむつやけど。なんで監督もおむつ履いてんねん、おい。まあ、98歳や。やめさせたれよ、お前。それからグローブ突きつけてんねん。だからそのお前は俺野球やめんねん。俺野球やめんねん。気持ち込めろや、おい。もういやいやいや、暴力に半端ないな、おい。なんかのなんかのなんかのしんどいねん。理由むちゃくちゃやな、おい。気持ち込めて言うてきて。俺野球やめんねん。何やねん。お前だって知ってるやろ、サッカー部の方がモテんねんぞ。動機不順やわ、おい。いや、そこはお前だって知ってるやろ、肘痛めてんねん。お前だって知ってるやろ、俺ひじき痛めてんねん。何の話してんねん、お前。なんで俺ひじき痛めてんねん。知らん。ひじきなんかどう考えても日本やで。なんでひじき痛めて野球部やめなあかん。何回痛めてんねん。ひじや、ひじ。俺ひじ痛めてんねん。医者が言うにはあと2日で治るって。頑張れよ、おい。2日やろ、なんとかなるやろ、お前。そんな治らへんねん。医者が言うにはもうピッチャーとしてはやっていかれへんて。確かにお前もう投げることはできへんかもしらん。でも打ったり取ったりできるやんけ。おっしゃる通り。納得したらあかんねん、おいおい。いや違うやん、そこは否定してきて。ざけんな、ピッチャーとしてやってくれへんねんぞ。確かにお前もう投げることはできへんかもしらん。でももう打ったり取ったりできるやんけ。ふざけんな、俺は今までピッチャーとしてやってきたんじゃ、そんなかっこいいまでできるか。ふざけんな。おい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 、殴られろ殴られろ、お前。殴ってんねん、おい。そんな風にやってるか、おい。殴ったら殴られるって決まりやろ。そんなかっこいいまでできるか。ふざけんな。お前は誰よりも野球を愛してると思ってた。それは俺だってお前とバッテリー組んで甲子園行きたかったよ。でもしゃあないやんけ。簡単に野球捨てんなや。一緒に野球やるや。訴えさせてもらいます。最低じゃん。もうコロナでした。何ですか何ですか。ちょっと夢があんねん。お前夢あるんかい、うん、そんなに嫌われてんのに。関係ないやん。お前好感度で言うと今ゴキブリの1個下やからな。だいぶ低いやんけ、お前。夢があってやな。映画のタイタニックだろ、うん、タイタニックみたいな豪華客船の船の船長になって船のトラブルをバシッと解決した。かっこええからお前。お前乗組員になってさ、船のトラブル持ってきてくれよ。断れぬ。ちょっとやれよ、お前。やってくれんねや。トラブル発見して。蓋が。閉まってた。もうちゃんと見といてよ。巻き寿司。どう間違うねん、お前。スパム。どうでもええよ、スパム。望遠鏡。小学生か、おい。しょうもないことせんねんけど、発見は伝えるとこから。船長。なんで竹馬乗ってんねん、おい。船の上やぞ。船長。セグウェイもっと違うわ。より珍しいよ、ね、船長。それなんやねん。これお掃除ロボルンバに乗ってんねん。乗るもんちゃうやろ。なんで何かに乗ってこようとすんの。何にも乗るなよ。船にも極端やね。船に乗っとかな、船のトラブル持ってこられんから。スッと船長室入ってきて。失礼いたします。よかんさ、おい。そんな襖みたいな扉ちゃうねん。ドアから入ってこい。とか船長態度悪いな、おい。そこはノックして入ってきて。アイサードー。そういうこと違うのよ。コンコンバターン。コンコンバターン。えアフリカ。どこでもドア。それ夢のあるドアじゃないから。備え付けのドア。コンコンバターン。いや裸ちゃうねん、俺。ボケ多いわ。俺お前にそれに言われるん好き。俺言いたいないねん。話進める上でちょっとボケ削減の方向で頼む。削減。俺のボケは CO2 か。それないやろ。言えるんやめて。どうでもいいからトラブル持ってきて。コンコンパターン、船長大変です。どうした。お客さんの中に僕の元カノがいます。どうでもいいやろ。それも男と気がついけどやな。ちょ、お前のトラブルやろ。俺は船のトラブル。コンコンパターン、船長大変です。どうした。船内全てのトイレットペーパーが切れました。地味やなおい。で元カノが今トイレ。嫌なやつか。地味なトラブルじゃなくてもっと派手なトラブル。コンコンバタン、船長大変です。どうした。沈没しました。もう終わりやん、ほんなら。どうしようもできへんから。リアルなトラブル。コンコンバタン、船長大変です。どうした。ツイッターとブログが炎上しています。俺のトラブル。俺だけリアルやねん。船のトラブル。コンコンバタン、船長大変です。どうした。娘のサザエさんと喧嘩ばかりだそうです。船さんのトラブル。サザエさんの船のトラブル解決できへんやん。どうでもいいけど、お前さっきからどうしたしか言ってない。お前のせいやん。お前はすか、どしたって流行語狙ってんじゃん。狙えるか、ボケ多いって。質より量で勝負しております。迷惑やねん。話進める上でお前のボケ邪魔やねん。俺のボケ邪魔。俺のボケは満員電車のリュックか。それなんなん、さっきから。揺れるんやめて。もう一回ボケるたび罰金100円やからな。1万円まで覚悟しております。めっちゃやる気やん。トラブル持ってきて。コンコンバタン、船長大変ようです。大変ですよ。
何泣いてんねんお前。だってお前もうどうしたもう言えんくなってお前のせいやねん。お前が前でも受けるからそうなんねやろ。船長大変です。コンコンバタン船長顔変です。悪口出てんねんお前。誰が顔変や。トラブル持ってこい。なんでもないトラブルを持ってくんねんお前。持て余すわお前。トラブル。コンコンバタン支店長大変です。船長エリア任されてないから。コンコンバタン船長底辺だ。なんで急にどこだったんや。底辺だ。人間の底辺だ。誰が人間の底辺や。いらんってお前のボケみんな嫌いやで。俺のボケみんな嫌い。俺のボケはお前か。誰が嫌いや。揺れるんやめて。頼むからトラブル持ってきて。コンコンポタージュ船長ポタージュ言ってるやん。コンコンバタンや。コンコンバタン船長大変です。いずれ違うやん。飛び上げ頼むわ。コンコンバタン船長大変です。船長突っ込むしんどいわ。しんどい。オッケー分かった。じゃあ俺一人でやるからお前ゆっくりしててくれ。はあ？俺の言う通りにやったらいいからな。うん分かった。コンコンバタン船長大変です。コンコンバタン船長大変です。50メートル先に巨大な氷山が。50メートル先に巨大な氷山が。オッケーバッチリそれで来い。ウィーン。なんで自動ドアやねん。お前一人で何してんねん。もうええわ。ありがとう。どうもどうもです。お願いします。さっきの知らない方もいるかもしれない。はい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 。まあ、我々ね、ええ、中高の同級生なんです。そうなんですよ、うん、あなんというかね、うん、消し去りたい過去というか、ね、どういう意味やねえ、ほんとね。いや、でも学生時代にさ、うん、これ一度はやってみたかったことってあるやんか。ああ、あんねや。楽しい会話やろ。違うわ、ほんま。それはそれなりにしてきたもん、ね。やってきたんかい。いや、転校。ああ。ほんまにやってくれればよかった。何や、お前さっきから。一回ぐらいこれちょっと何、転校生の気分味わいたかったの。だからこの気持ち、ちょっと味わさせてくれ。断らぬ。ちょっとやれや。やってくれんねんな。やれやれ。あげたらな、夏休み直前のホームルームで、こう担任の先生が切り出すねん。そういうことちゃうねん、切り出すと。バカだな、お前。いや、話を切り出すから。明日から夏休みに入るわけですけども、ここで皆さんに嬉しいお知らせがあります。悲しいお知らせやねん。俺転校するから、悲しいできるねん。悲しいお知らせがあります。それは、井上のブログをチェックしてください。言えよ、それで、おい。なんで一回ネット経由せないかに、直接パッて言って。悲しいお知らせがあります。それは何かと言いますと、こちら、じゃじゃん。情報番組かわいい。そんなええからもう天候だけ言うて。明日は全体的に晴れ。その天候ちゃうわ。誰が天気の方言うてんの。引っ越し天候や。悲しいお知らせがあります。なんと井上が転校することになりました。あーもう落ち着けな。あーみんなの気持ちはわかる。うん、だからそうウェーブするな。盛り上がってるよね。ウェーブをするな。言うの大歓迎しれんけするってのも落ち込んどいてくれよ。そう落ち込むな。おい泣くな。おいぬらりひょんカッパ。おい妖怪学校か。おい普通の学校やねん。もう別れの挨拶さして。じゃあ別れの挨拶を。みんな急にごめん。あ向こう行っても頑張るよ。早い早い早い。もうちょい言いたいことあるからさ黙っといて。みんな急にごめん。親父の仕事の都合で引っ越すことになった。アリさんマークでな。引っ越し先はかなり田舎らしい。コンビニも夕方で閉まねんで。とりあえず向こうに出たらみんなにメールするね。電波届くんかね。うるさいの。ごちゃ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 言わんねえな。あんたちょっとここで担任の先生がな、今日が最後やからってことでみんなに携帯出せって言うの。よーしみんな携帯出せ。うん今日はな、もう最後になるからな。井上と会うんがもう最後になるかもしれへんから。うん携帯出せ。うんあーもう今日は募集したりせんから。うん出せ出せ出せ。うんいや今日は募集せん。全然信用されてへん今日。大丈夫です。ずっと携帯ぐらい出せや。あー携帯取り出せか。なあ今日で井上と会うのは最後になるかもしれへんからな。せっかくやからこうみんなで。いやせっかくやから一人ずつ行くか。先生。ああじゃあ阿部から。うん。井上のアドレス消せ。残酷すぎるわ。おいおい辛い辛い。辛すぎるわ。心持たへんわそんな。ねえねえ。俺こう引っ越し当日やこう友達がね家まで駆けつけてくれんねん。これで最後か。よいしょ。井上。どっから来たんやお前。俺三つに住んでんちゃうねん。普通の街中。これで最後か。よいしょ。あ、すいません。あ、すいません。あ、あ、すいません。人多いな。俺、スクランブル交差点住んでんのか。普通の街で頼むわ。これで最後か。よいしょ。井上。石田。また空き巣か。引っ越しやわ。空き巣してんちゃうねん。転校で引っ越し頼むわ。これで最後か。よいしょ。井上。石田。引っ越し手伝おうか。遅いわ。もう今全部積み終わったとこやから。貸してた漫画返してくれへん。遅いわ。もう段ボールの中入ってんねん全部。俺の親父引っ越し業者やねんけど言ってくれたら安くなったのに。遅いわ。まあまあのお金払ってもてるわ。お金風水できんねんけどなんで言ってくれへんかった。遅いって。もう決めてんねん家も。友達できたか。それ早い。それはまだやわ。そこはな言ったら無理やって分かってるけど引っ越しを止めようとすんのや。井上石田
引っ越すなパンクさしたやろトラックパンクさしたやろお前それ物理的なことじゃなくて気持ちの上でやここに1億円嫌なやつかお前そういう止め方ちゃうねん分かるもう友情物語で行こうお前向こう行っても部活やめへんよなみたいなお前向こう行っても部活やめたりせえへんよな当たり前やろ俺から部活を取ったら何が残んねんヘリクツとナルシスト最低だ俺そこはほんまやなでもお前向こう行っても部活やめたりせえへんよな当たり前やろ俺から部活取ったら何が残んねんほんまやなバカにしてるやろしっからかんやろからかんやないのじゃああるやろこう俺が使ったこれ使ってくれみたいなやつよかったら俺が使ってたすみませんとー分けこれお前にやるよいや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 全然ねそんな一発ギャグみたいな実際に使ったものちょうだいよかったらこれ俺が使ってた茶筅と茶碗これお前にやるよ茶道部な俺その文化部ちゃうね運動部で頼むわよかったら俺が使ってたマウスピース気持ち悪いな俺いらんねんそんなもんバスケ部やからリストバンドとかでわリストバンドお前にやるよありがとう絶対全国大会で会おうな逆やいやこっち向いてやらやかんねんこういうのはそう当たってんねんおい距離取れやおい、ま、そういう距離じゃないわおいもうええわとりあえず車に乗ってこうなんかトラック走り出すわけよバンドナドナドいやいら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 いちいち BGM とかもいらんからオブスオのいらんこと言わんでよ余計なこと言わんでからトラック走り出しに走ってかけるとかあるやろいらんわ石田またなまたな石田いらんまたな石田石田またよまたなまたな石田おさまたな石田まだ石田おいおいお前もうすげえなお前脚力どうなってんねんお前てか全然ちゃんとせえへんやんけほんますみませんとはわけそれいらんねんてもう皆さんどうもどうもどうもちょっといきなりやねんはいはいはい何ですかあの仕事行く時何使ってるまあ強いて言うなら脚力あそういうこと違うんだあごめんごめんはずやない脳みそかしばくぞお前違う移動手段に決まってるやん。あ、移動手段か。スケボー見たことないわ。スケボーなんか乗ってへんやろ。まあ電車使うかな。あ、電車使ってんねやろ、うんうん。まあまあ、この見てる人の中にも電車使ってる人おると思うけどさ。あまあ、電車乗る人、気ぃつけた方がいいで。いや、大丈夫やんね。俺ら運転しないですもん。そういうこと違うわ。違う、なんか最近電車でのトラブルがなんかこう増えてるらしいぞ。あ、確かに。うん、確かに俺もこの間喧嘩見かけたわ。あ、本当。まあ、これもヘンリーとパーシーが揉めててさ。まあ、ゴードンが中に入ったからことなきを得たけどさ。機関車トーマスやわよ。唯一揉めててほっこりする電車やねん。リアルに乗客同士のなんかトラブルが増えてるって乗客同士のやつだいや、うん、俺もこの間それに巻き込まれてあマジで、うん、俺が普通に電車でねこう釣り革持って立っとってやんか、うん、ほんなら俺の前にマダムが座っとってマダムが、うん、で俺の横に釣り革が持ってるマダムがおってんけどもマダムとマダムほぼ同じぐらいの年のマダムですよ、うんうん、なんほんならこの座りマダムが座りマダム立ちマダム立ちマダムに席を譲ったよその瞬間から揉み始めてえ私あなたに譲られるほど年取ってませんけどいやいや私の方が絶対若いですからいやいや私の方が若いからいやいや私の方が若いですからえじゃああなた年齢いくつか言いなさいよなんで言わないといけないの失礼ねいやいやだって私の方が若いから私の方が若いからいや私の方が若いわよねえお兄さんなんて急に来たって言われるうわーってなっていやもう俺からしたらねこのねまあ譲りマダムも譲られマダムも同い年みたいなもんだ変わったぞマダムの年齢が譲りマダムも譲られマダムももう同い年なんやったらもう双子に見えてるね俺からすると、うん、ねいやのにもうまだ聞いてくるからやな、うん、もうお二人とも若いですけどねって言うたよ、うん、ほんならこの譲りマダムと譲られマダムが意気投合マダムになりやがって意気投合マダムはぁ本当に最近の人たちはね口ばっかりうまいからね嫌になっちゃうわよねもうあんたが座りなさいよそうよあんたが座りなさいよえ俺が座るんですか俺ですかわぁ分かりましたすいませんなんかうわー楽やわえこれ何の話こっちのセリフや何を長々一人で喋ってんの怖いわ何の話いや怖いわやないじゃ電車乗んねやったら電車のトラブルに気ぃつけやつって、まあ、気をつけてますよでもトラブルで多いのかな、うん、やっぱり酔っ払いに絡まれるこれ多いねって酔っ払いな、うん、おいこれお前何見てんねん私が見ますかお前もベロベロやないかおいな私が見ているのは明るい未来やベロベロやなこいつ俺以上にベロベロできてどうすんのよ酔っ払ってんのはこっちだけどあなたは酔っ払ってないおいこれ何見てんねん見てへんやんお前もバカにしてんのか仕事場にバカにされ家族にもバカにされ飲みすぎやぞ井上俺ちゃうねん俺一般的な酔っ払いやから確かに仕事場でもバカにされて家族にもバカにされて誰がやこれ
違う、普通の酔っ払いがやってるからやって。おい、これ何見てんねん。見てませんよ。やかましいわ。やめてくださいよ。お前には関係ないよ。叩き回すぞ。そうはならんやろ。なんで殴られてくる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 回んねん。凛と立ってるな、お前。え？いや、そうはならんやん。いや、分かれよ。俺、電車の中で酔っ払いに殴られたことないから、どうなるか分かれへん。いや、大体分かるやろ、変なもん。じゃ、ちょっとイメトレしてもいい？何や、イメトレって。酔っ払いに電車の中で殴られる、吹っ飛ぶ、頭が釣り革にコツンと当たる、その釣り革が隣の釣り革にコツンと当たる、コツン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 。おい、何の時間や、これ。なおいおいおい、な知らないおじさんの頭にコツン、カツラ、ポロン、ピタゴラ、スイッチ。ならへんて。見たことある、そんな状況。ピタゴラスイッチになるのか。ならへんて。なるわけないやん。え？じゃ、殴られるだけでこうなんねん。あ、こうなる。そうや。ちょっとイメトレしてもいい？イメトレいらんて。酔っ払いに殴られる、こうなる。奥歯が吹っ飛んで、奥歯吹っ飛ばどんだけ弱いねん、お前。で、子供がそれを拾おうとする、ママが慌てて奥歯蹴る。どういう状況？奥歯コロンコロン。あ、そのリズムが、そのリズムが落ち見えてんねん、そのリズムはな。知らないおじさんの靴にコツン、拾おうとする、カツラポロン、ピタゴラス。見た見たって、それピタゴラスイッチにはならへんから。え、ピタゴラスイッチになる？どう考えてもピタゴラスイッチになる。いや、ならへんねん。だいぶ殴られたらイラッとするぐらいや。あ、イラッとするね。そうや、イメトレしてもいい？もういらんて、イメトレ。殴られる、イラッとする、頭に血が昇る、頭に汗かく、カツラポロン、ピタゴラ。もうええわ、おい。なんで全部ピタゴラスイッチになるのよ。なんでピタゴラスイッチになるときそんなに驚いてんの。お前がやっといて。予期してないから。予期してないから、気ぃつけろよ、言ってんね。気をつけます。あ、でも気をつけなあかんじゃん。駆け込み乗車のトラブルな。駆け込み乗車、あれ怖いな。怖いね。芸能人、不祥事多すぎてマジ笑うた。駆け込み乗車や、それは。違う違う違う。駆け込み乗車。トゥー、俺はスーパーマン。トゥー、俺はバットマン。トゥー、俺はキャプテンアメリカ。アメ込み乗車やな、それは。聞いてるか、俺たち。駆け込み乗車やで。じゃあ、やらんでええねん、いちいちな。あ、奥さん、早く急いで、奥さん急いで。プシュー。あー、ギリギリ間に合った。奥さん、走らせてごめんな。ちょっとゆっくりしといて、お茶出すから。ほら、大輔、あんた服脱いだら脱ぎっぱなしやないの。ちゃんと片付けなさい。片付けなさい、言うて。何や、あんた、その口の利き方は。あー、そんな口の利き方すんねん。あー、わかった。もう、お父さん、運転終わったら、もう怒ってもらうからな。これ、何乗車？見たことないから、この乗車スタイル。住み込み乗車、初めて聞いたわ、そんな言葉。何よ、住み込み乗車って。え、違う、そんなんどうでもいい。駆け込み乗車のトラブル、気をつけろよ、言ってんの。気をつけてるよ、それはお前。いや、お前が気をつけててもええ。もう相手がバーってぶつかってきてさ、こう一方的に骨折れたとか言ってお金請求するみたいなやからがおるらしいぞ。そんなん俺騙されへんから大丈夫や。ほんなら俺が絡みにくいやからやるから、お前ちょっと電車乗ってこいや。あ、すいません、骨折れた。おい、井上、折れちゃうねん。よう俺出てくるな、電車で。お前、こんなことで稼いでんのか。稼いでるか、お前。一般的なやからやるから頼む。プルルルルル、あ、いた。あ、すいません、骨折れた。マジっすか、奇遇ですね。お前も折れてたらあかんねん、お前。折れてるのは俺だけやから。プルルルル、あ、いた。あ、すいません、あ、骨折れた。ほんまですか、今のぶつかり方やったら先端骨折ですかね。え、うん、まあ、圧迫骨折とか粘点骨折ではないと思うんですよ、うん、でも先端骨折やったら大骨折やから比較的治りやすいと思います。お大事に。詳しいな、骨折に。てかリアルには折れてないから、折れたふりして金請求するから。あんた、いた、いた。はい、最初油断さしといて中盤で本気で来るやつ、ほんまに折ろうとしてるやつのやつや。はい、いや、はいやないの。気持ちが入ってしまいます。いや、ふりでええから軽く出るわ。あ、すいません、あ、骨折れた。ほんまですか。あ、これ絶対骨折れてるわ。慰謝料請求するから、あの住所と電話番号教えろ。東京都世田谷区三宿。俺の住所や。なんで俺の人が請求されなあかんねん。だから大体な、こういうふうに住所と電話番号教えろとか言われてもよ、絶対に個人情報は教えたあかんねん。こんなと面倒くさいことに絡まれるから。住所と電話番号教えろ。いや、それはちょっと。あ、お前なんかどっかで見たことある顔やな。まあ M1 チャンピオンなんで。言うたらあかん。いまだに過去一の視聴率恥ずかしないんか、お前。ここでお前芸能人なんてバレてみ、余計に面倒くさいことなんねんから、絶対にごまかせよ。あれ、お前どっかで見たことある顔やな。いや、僕あのクラスには一人はおる顔ってよく言われるんですよ。テレビで見たことあんねんや。ああ、僕あの歴代の体操のお兄さん全員足して泥水で薄めたみたいな顔ってよく言われるんです。テレビ出てるやつや。いや、僕テレビ出てるやつじゃないです、頬骨出てるやつです。ごまかせるか、おい。そんなちゃんとごまかさなあかんねんよ。あ、でお前めんどくさいことになれたらええろ。今持ってる現金全部出せ、それで許してやるわ。現金ですか。ああ、
わかりました。じや100万円用意して。大金持ちかお前は。おいなあ、すいません、これで話を収めてください。カツラポロンピター。もうええわ。どんだけ出てくんねん、ピタゴラスイッチ。こうしようとしてる時にこっから叩くなお前。見たないからやろうがい。ほんまに骨折すんぞお前。こんなもんお前。違う、そんなんはええねん、気をつけろよっつってね。気をつけるよ。あ、でも気をつけなあかんのは、電車の中で居眠りな。いや、居眠りぐらいええやろお前。いや、あかんがな。なんでやねんお前。居眠りしててみーや。このな、パッと財布をすられたりとかあんねんで。おまあでもそんなん大丈夫やわ。なんでや。俺結構神経がこう敏感やから、もう近く寄ってくれるだけでファッて目覚める。いや、それ言うてるだけで実際はそうはできへんって。もうめちゃくちゃ目覚める。無理やと思うで。じゃあ見本見せてあげるわ。いやいや、やってあげる。いや、見本というか今はもう起きてるやんか。いやいや、今起きてるからそれはできるやろうけど。大丈夫、俺あの自分で自分に催眠術かけれるから。何を言うてんの。じゃあ実際3、2、1。あ、無理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 。え、これで寝てる認定しろって言ってんの。え、これで吸ったらええの。うなずいてるやん。いや、もううなずいた時点で聞こえてるやんか。聞こえてるやろ俺の声。いや、聞こえてる人やん。うんうん、聞こえてないよっていうのは。じゃあいびきかいても無理やって。口角上がってるやん。口角上がってる時点で起きてるやんなあ。これでやったらええんかいな。めんどくさいな。じゃあ胸ポケットからするぞ。すれてもうたやん。なあ、これ何の時間だよな。おい、何してんねん。はえ、すられた。いや、歯がなくて。え、俺すられた。すられたし。え、何してんの。え、すられたの。すられてん。うせやん。え、自信あったのに。いやいや、そんなんどうでも。もう一回やってもらってもいい。いや、もう一回とかええって。次こそ。時間の無駄やから。次こそ絶対やるから。な、時間の無駄やって。おい、これ誰も寝てるって思ってないから。なあ、起きてんねんもん。なあ。いや、寝てる感出してるけど起きてるやん。だってまず立ってるやん。立ってる時点でおかしいやん。次こそ絶対止めるぞ。出てるやん、意気込みが。めんどくさいな。行くぞ。すれてるやん。すれてるやん。これ何なん、これ何してんの。歯がなくて。え、すられた。すられたよ。俺すられた。これ今何の時間や、この時間。え、俺すられた。二度も同じこと。何、もしかしてお前スリのプロ中のプロ。違うわお前。お前が勝手にやってんねん、自作自演を。あ、じゃあね、せめて言わせて。お前どっからやったんお前。いや、胸ポケットから。ほら、胸ポケットで俺財布なんか入れてない。それは気づかへんわ。いやいや、知らんけどやん。俺いつも後ろポケットやから。いやいや、後ろポケットなんか誰でも気づくから。後ろポケットで挑戦させて。いや、そこは誰でも聞いたら、まだやんの。なあ、その眠るとこやりたいだけやろ、こいつ。なあ、結末一緒です。後ろポケットな。マスク擦れてるやん。もう擦れてるやん。おい、擦れてるやん。後ろポケットに入れてるマスク擦れてるやん。なあ、え、擦られた。何やねんこれ。おね、あの毎回確認するのやめろ。擦られたっていうの、それやめろ、腹立つから。おい、何がしたいねん、目的は何や。おい、わかった、パチン左手でやらして。はあ、利き腕やから深い眠りに入ってしまうみたいや。左手やったら大丈夫やと思うから。それやったのは3、2、1。目的を教えろ。このネタの何がしたい。何のメッセージもない。なあ、すまん。擦れてるやん。何してんねんこれ。おい、頭しかないんかあいつは。おい、おい。
釣られた。これなんやねん。俺がトラブルに巻き込まれてる。なあ、無限ループのトラブルに。謝れ、見てる人たちに。長々ただやりたいだけのことやりやがって、これ。すいません。大変お見苦しいところを見せまして。本当にすいませんでした。カツラポロンピタゴラ。それええわ。子供の頃からちょっとプロ野球選手になりたかったよ。ああ、だからなんやお前。だからお前ずっと右打者用のヘルメットかぶってるの。こういう髪型やねん。ずっとお前当たってもいいように当たってもいいようにじゃあプロ野球選手になりたかった。ああ、プロ野球選手ね。一回でいいからさ、彼女の誕生日にプレゼントとしてホームランをこうやってみたかったよ。これはでも難しいですよ、ね、だってプロ野球選手になるのがまず難しいでしょ。まあ確かに ね俺さらにホームラン打つなんかめちゃくちゃ難しいです。まあ難しい。で、何より一番難しいのが、お前が彼女作れてる。それはいけるやろ。何を一番無理難題にしてくれてんの。いけんのかよそれ。これちょっとやってみたいから。おうおう、試合の前日に彼女をレストランに呼び出しホームランの約束すんねん。お疲れ。お疲れ様。なあキコ。何パウエル。日本人やねん。いや俺井上でホームラン打つから。お疲れ勝負で。彼女も日本人やねん。私ズベペは熱々の汁物も手でいくタイプの。大やけどするぞお前。いや彼氏彼女ともに日本人。それでいこう。お疲れ。お疲れ様。なあキコ。何ユースケ。またお金。そんなわけないやろ。プロ野球選手やってんの。ホームランの約束。何ユースケ。明日はお前の誕生日だよな。うん。だから明日の試合見に来てくれないか。え、プレゼントとして特大のホームラン届けるよ。もうまず試合に出ないと。スタメンやねん。どこのドイツがベンチでこんなこと言うねん。スタメンで出てんねん。試合当日やこう運命の打席が回ってくんねん。9回ツーアウトランナー一塁、一打サヨナラのチャンスです。4番サード井上に変わりまして。代打送んなよおい。パウエル出てこんねえわ。いやパウエルがホームラン打つんちゃうから。井上がホームラン。4番なのに井上。何が気に食わんねんなのでパウエルちゃうよ。井上がホームラン。それ頼むわ。4番サード井上すなわちパウエル。おい、人物やないかお前。すなわちやったら俺がパウエルになるやろ。井上で止めろ。4番サード井上 with パウエル。ついてきてるやん。バッターボックスの中にパウエルがついてきて戻る。パウエルも一塁や。一塁アイスを振りまかんのよ。じゃどうでもええから井上にホームラン渡して。4番サード井上下打ち一塁ランナーパウエル。何の紹介してんの。じゃあ聞け。4番サード井上よパウエル。よパウエル言うてんねん。早い段階でパウエルが出てもうてんねん。4番サード井上。4番サード井上。4番サード井上。それ4番サード井上。ごっちゃなってんねんお前。パウエルと井上がごっちゃなってるからもう4番サード井上や。4番サード井上。大谷選手ここでピッチャーにインタビューです。いや今の気持ちどうですか言うてるかお前。マイク向けてんちゃうねんほんま。わかるやろ。さーてここで顔の顔をめくるとパウエル。パウエルちゃうねん。なんで俺の覆面みたいなやってんねん。予告や。さーて来週のサザエさんは何の予告してんねん。カツオが波平をボッコボコ。やめてやれよ。船白髪染め。なんでや。伊佐坂さんとサザエダブル不倫。家庭崩壊やぞお前。タマ実は犬。猫や。どう見ても猫やろ。中島くんコンタクト。キャラなくなるやろお前。お前予告ホームランすんねん。ほんだらスタンドでは彼女が祈ってんねん。日本人やいけんのは。それ民族的なお祈りしてんねんから。普通にこうやって祈ってんのよ。ピッチャーとして投げてきて。ピッチャー第1球投げた。シュンシュンシュン。ここ可愛いらしいで。シュンシュンシュン。ええねいちいち可愛いらしいでとか言わんけん。シュンシュンが可愛い。可愛くないからおっさんやねんお前。投げてこい。カキン打った。大きい。入るか入るか入るか。入るな入るな入るな。入ったらあいつ調子乗るから。入るな入るな入るな。言うたんけクソボケホームラン。悪口出てんねんお前。スッとホームラン入って。カキン打った。大きい大きい大きい。顔が顔が。悪口出てんねんだから入れ。カキン打った。大きい。伸びる伸びる伸びる。身長は伸びなかった。悪口出てる言うてんねん。ホームラン。ガキ打った。大きい。伸びる伸びる伸びる。こっち側の髪の毛だけが。何の話してんねん。ホームラン入れ。ガキ打った。大きい。入るか入るか入るか。入ったー。ブサイクランキング殿堂入り。何を言うてんねん。お見事ー。何と言わんねんお前。ホームランがいいねん。ほなホームランが入ったらスタンドの彼女に向かって俺がよ。届けたぜバースデープレゼント。
やったら彼女が吐くか。近所のお祭りに行った。いつもは食い意地ばっかり張って食べることしか能のない僕だけど、今日はなぜだか妙に金魚すくいに惹かれたんだ。だから僕は人混みをかき分けて金魚すくいの出店の前へと走った。するとそこには通勤ラッシュのようにあふれかえる金魚たち。僕はその中で信じられないほどのオーラを身にまとった一匹の金魚に目を奪われた。まるでランウェイを歩くかのように水槽の中を縦横無尽に泳ぐ彼に僕は胸をわしづかみにされた。そして僕は思った。この金魚を救いたい。お前が俺を救いたいんじゃない、俺がお前を救いたいのさ。見れば見るほど魅力的な金魚だ。自信に満ち溢れた瞳、マグロをもしのぐ貫禄、そして丸みとむくみのハーモニー。僕は一心不乱にポイを振るった。ここであったか100年ね、覚悟するんだな。お前に救われるほど嫌はじゃないぜ。やかましい。そんなに救いたいのか。ああ。なぜだ。買いたいからだ。なぜ買いたい。インテリアとしておしゃれだし、見てて癒されるし、何よりも可愛い。そうか。なら俺からも一つ言わせてもらおう。どうだ、よく見ろ。おしゃれか。おしゃれだ。見てて癒されるか。癒される。ね、何よりな、何よりよ、可愛いか。なぜだかわからないが可愛い。君が我が家に来てくれたら僕の人生は絶対豊かになる。そんなのは理想論だ。理想論？理想と現実は違う。今どれだけお前が俺を飼いたいと思っていたとしても10日後には何で救ってしまったんだろうって後悔してるはずだ。そんなはずはない。現実とはそういうもんだ。おしゃれだと思っていた水槽は家の片隅に追いやられ、見てて癒される金魚の土臭い匂いにストレスを感じ、そして何より可愛いと思っていた金魚に愛情、いや興味すらなくなってしまう。嘘だ。僕は何があっても君のことを可愛いと思い続ける。そうか、ならお前に飼われてやるよ。ただ一つだけ条件がある。条件？ああ、俺に愛情興味がなくなったら海へ逃がしてほしい。海へ逃がすだって、それこそ理想論だ。金魚は海でなんて生きていけない無茶だよ。そんなの分かってるさ。俺はただ現実という名の池で泳ぎ続けるよりも理想という名の海でもがきたいのさ。僕は彼の言葉に胸を打たれた。僕はすぐさまにその言葉を脳内で再生した。現実という名の池で泳ぎ続けるよりも理想という名の海でもがきたいのさ。僕がこの先思い悩んだ時、長いものに曲がれそうになった時、真っ先に思い浮かぶのはこの言葉に違いない。現実という名の池で泳ぎ続けるよりも理想という名の海でもがきたいのさ。僕は声を大にして言いたい。これこそが真の金魚の生き様だと。そして彼が残した永遠に語り継がれるであろう言葉こそが、現実という名の池で泳ぎ続けるよりも理想という名の海でもがきたいのさ。僕は将来タトゥーを入れるだろう。そのタトゥーに刻む言葉こそが、もういいかね。あんまこれ何回も何回も言うことじゃないのよ。でもよく分かったよ、君が名言を残したいっていうことだけは。あ、まあまあまあ何でもええや、分かってくれたらそれでいいから。とりあえず興味なくなったら海へ逃がして、それだけ。そう約束を交わし、僕は彼を救った。それからというもの、彼は我が家の金魚鉢で世界最小のランウェイを泳ぎ続けた。
なんですけども、はいはいはい、運命的な出会いっていうのはね、これドラマがあってないかっこええなと思うね。いいですね、確かに。だからみんなもね、運命を掴んでいかんと、諦めたらあかん。誰もがドラマの主役になるね。むっちゃかっこいいこと言うやん。かっこよすぎるやろ。こんなかっこいいこと、どんなかっこいい人が言うてんねやろ。わお、がっかり。誰がよ中の下中の上や。いやいや、はっきり言ったら下の上です。誰が下の上や。ちょっと運命的な出会いっていうのをやりたいからさ、はい、肩と肩がぶつかって、このな、あの荷物を落とすみたいな、はい、みたいなやってくれよ。ブルブル死んでばおう、それやったら。ああ、あかんあかんあかん。歩いてきてくれ。あれ、うん、お、強いな、おい強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 い。それちょっと強すぎるわ。ゆったりゆったり入れたらば、うん。あ、すいません、私ぼーっとしちゃってて。はい、どうぞ。すみません、集めてるんです、セミの抜け殻。気持ち悪いよ。食べたらあかんの。手荷物、果物で行こう、果物。うん。盗んだあかん。買ったやつ持ってきて。うん。あ、すいません、私、ぼーっとしてて。はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いっぱい出ようとあかんの。なんでそっちでうまくいくの？俺にだけでやって。あ、すいません、私、ぼーっとしてて。そっちで出会うなよ。だからうまくいくな。俺と出会うの。あ、シャ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 。すごすぎるやろ、おい。こんな殺人みたいな女がおらへんやろ。ええやんけ、お前こんなの。こういう出会いよりな、でもドラマでかっこええっつったらね、やっぱり、うん、あの友情ドラマってな、かっこええやんか。いいですね、はいはいはい、だからみんなに分かりやすくするために、うん、ほんだら例えばね、うん、俺とお前がこう親友なわけやな、うん、例えばの話ね。皆さん、例えばの話ですからね。今から二人は親友という形であの話は進めていきますけども、実際とはこうとなります。嫌がりすぎやろ。スッと聞けよ。俺が親友なわけよ、うん、俺には長い間片思いしてる女の子がおんねん、うん、でもその女の子は実は石田のことが好きなわけよ、うん、で石田は俺の気持ちを知ってるから言わんかっただけで、実は石田もその女の子のことが好きなんよ。三角関係や。でもその女の子には夢があって、夢のために海外に旅立ってまうねん。飛行機が飛び立つまで1時間、この1時間の間に男の熱い友情ドラマが生まれんねん、うん、もう一回言うて。なんでわからんねん。さっぱりわからん。あっ、かっちり説明してんから。俺はまだ公園におるから、ちょっと話しかけてこいや。井上、こんなとこに何してんねん。何がやねん。服着ろや。俺何してんねん。俺はええからお前だけでも服着ろ。俺なんで公園で全裸で立っとかなあかんの。ズボンあげろ、うん、服は着てるから。
Thank you.